バイクでこけて足にバイクが乗って膝が大根おろしになったことがあります。全国の特命さん、こんばんは。深夜の放送部コタンクです。よろしくお願いします。さあ本日はですね、実写ラジオチャンネル、こちら人生最大の怪我ということで、久しぶりに痛い1グランプリやっていきたいと思います。そんな中、おそらくたくさん怪我してるであろうこの方に来ていただきました。よろしくお願いします。どうもどうもの、もうどうどうやってまいりました。北は北海道、南は沖縄、真ん中ガンジー横須賀でございます。来ました。まあ、そんな中なんですけど、本日はですね、僕の実写チャンネルの方でやってますリスナーの方に募集して、一番その内容で良かった方っていうのを決めるという、1時間ぐらいでお話ししたい。面白いこと考えるね、たくちゃんは。誰が一番痛い思いをしたのか、面白いですね。それをやっていこうと思うんですけど、皆さん、ちなみになんか今まで痛かったなっていう経験ありますか？いや、結構あるけどさ、前頭葉が弾け飛んでそれを拾い開けてそのままくっつけるみたいな、はい、あ、いや、ピースがあったみたいな感じのことはあったけど、ちょっと待って、タックちゃん、ちょっと待って。知らない。え、僕ですか？今の僕ですか？今の僕だよな。え、前頭葉が弾け飛んで、弾け飛んだ骨をこう拾い集めて、でようやく、あの、なんていうの、意識がはっきりして、意識がはっきりしたっていうのはあったけど、はい、あ、それも、それはすごいですね。それはすごいでしょ。え、あれはどうなんですか、鎖骨の隙間の、あ、いや、鎖骨の溝に水を刺すってやつね。あ、一個僕考えたんですよ。うん、肋骨の隙に隙間風ってどうですか？これ、あ、それちょっと、これいい、ちょっと、はい、いい、いただきます。はい、マジで頂戴します。あら、肋骨の隙に隙間風。なんて言っております。これもいただきました。これいいですね。で、で、あ、で、あ、ごめんなさいね。あの、本当のこと言うと、はい、ここね、俺昔ピアスしてたんですよ。あ、そうなんすね。ここちょっと傷がついてると思うんですけど。あ、確かに。はい、これ、はい、これいわゆるピアスでも太いピアスしてたんです、ここ。へえ。もう20代も前半の頃なんですけど、はい、当時ね、ハードコアというバンドが好きで、僕はその系統、こういう、こんな感じのやつ、そんで。でモッシュダイブっていうのがあったんですよ、当時。人が飛んでくるやつ。人が飛んでくるやつ。ステージから。そうです。だからそれで俺も調子乗ってやってたら、ここに指が入って、そのままブチーンっつって。指が入ったらモッシュダイブで。そうそう、モッシュダイブでうわーってきて、そのままブチーンってこう、ピアスがこう取れて、耳がちぎれちゃったんですよ。そう、それで縫い合わせて、ようやくここまで復活したけど、うわ痛そう、あんだけ痛かったっすね。うわ痛そうですね。めちゃくちゃ痛かった。こういうやつでしょ。こういうやつです。痛いなってなるやつで、今回、一番痛かった方はですね、まあ、かわいそうだったねということで、こちら、僕が作ったカードなんですけど、あ、これをちょっとあの家まで送らせていただきます。1位だった方に連絡したいと思います、うん、はい、じゃあこちら、今回ツイッターの方で、ハッシュタグ人生最大の怪我ということで募集しました。じゃあ行きましょうか。くまったかにさんですね。小学生の頃、前歯が虫歯になり、近所の無麻酔無痛治療という歯医者へ。痛かったら手を挙げてね、ファーストアタックから手をピシすると、痛くないよと止める素振りなく、うわーっと叫ぶ声を上げても全然痛くないよと最後までやりきりました。ね、痛くなかったね、痛えわって。パワープレイだったと思ってすごい。無麻酔でもなか何でもなかった、無痛でも。いや、意外とね、歯医者って奥歯より前歯の方が痛いんですよね。前歯は俺やったことないんだけど。いや、奥歯の治療より前歯の治療の方が痛いんですよ、これ。あ、本当。そうなんですよ。え、前歯が虫歯になるの？前歯も。前歯なりますよ。あ、なるんだ。稀に。あ、そう、はい、稀になって、あ、そうだ、僕虫歯じゃないや、ちょっと怪我して、うん、で、前歯医者行ったんですよ、うん、だから、まあ、ここ欠けてるからちょっと削るわっつって削ったら、僕そのまま前歯折られたんですよ。削りすぎた。半永久の、それ何もあの半永久のインプラントが入って、無料ですごく謝られました、はい、どこの歯医者だそれ、一生もんだぞ、面白いな。じゃあ次行きましょうか。これは痛いね、でもね、痛いですね。次、はい、ベッドから飛び降りたところに駒が落ちていて、駒の棒の部分が足に突き刺さって救急搬送されました。救急搬送まで行きますかね。いやー、まあ、だ救急搬送行くか、だから長いとこですから。そう、もうほぼ、まあ、ほぼ貫通じゃないですか、これ。ヤマメ状態ですよ。ヤマメの塩焼き状態になってる。いいですね。川魚、川魚状態だ。いや、すごいなこれ。こちらですね。中学の時、自転車で塾から帰宅してる時、雨が降った後で側溝の金属の蓋がツルツルになっている状態で、少しスピードが出てる時に急に目の前におっさんが出てきて、避けた拍子に思いっきりこけた。顔の擦り傷と左足の膝の皮がえぐれたのと、うわ、右足の膝をすりむいたのとあざになったという。なるほど。自転車はあるよ、俺でも。俺、あ、自転車の怪我あります。あのね、ママチャリこう凍っ
定で乗ってたんですよ。で後ろに友達が乗ってて、乗り方といったら、なんだろうな、荷台あるじゃないですか、ママチャリの荷台、 はいはい、あれに立ち乗りしてたの。危な立ち乗りしてて、はい、でじゃあそろそろ到着現場だと思って、その後ろに乗ってるやつがポーンと降りたの。わかりますか？わかります。なんかポーンって勢いよく行ったらシャーみたいな、そうしたらもう前のもうハンドルがグーンなって、そのままこう顔面から地面にグーンですよ。本当に顔面ここ本当にここ俺皮膚移植してますからね、これ、こここっち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 、そんなえぐれたんですか？こっちすんごいえぐれちゃって、こっからブーンってマジでマジで優勝優勝いただきました。あとで差し上げます。そう、あれ思い出したわ、急に自転車で。自転車確か怪我しますよね。ね、危ないですからね、気をつけましょうね。というわけで次ですね、西さんですね、怪我ではないけど整形で脂肪吸引した時です。麻酔してたけどゴリゴリと脂肪吸引する音が聞こえてきた。骨削られてるのかと思った。あれ音すごいって言いますよね。確かに。あ、そんな音すんだこれ。え、でも部分麻酔なんですかね。全身麻酔、まあ、全身麻酔だったら覚えてないですもんね。あ、そうかそうか、寝ちゃうから。部分麻酔なんだ。腕とかだったから部分麻酔ってことなんですかね。あ、タクさんは整形はしてんの？してませんよ。整形してると思ってたもん。なんか してそうじゃん、なんか。熊取りとか。そう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 。軽いその美的なもので。何にもやってないですよ。何もしてないで、それなんだ。やばいね、褒めてくれてるんですか、ね、嬉しい。次ですね、はい、ポタゲさん。おー、シーソーの真ん中の支点のところに手を置いていたようで、傾いたら一気に爪が剥がれました。いった、うわー、血がとんでもない量出て、痛いよりも怖くて泣きました。治るか不安でした。みんな痛そうな経験してて身震いしますってこと。うわー、いや確かシーソーよくね、ちっちゃい頃こう流行ってたんですよ、うん、5対1とかで乗って、うんうん、で5人が一斉に乗るんですよね、うん、そしたらそのそっちの方が吹っ飛ばされるじゃないですか。吹っ飛ばされる、はい、それでこう超えるみたいな。その5人を超える漫画みたいな世界観だね。やろうやろうってなんだって。いや、みんな超えれないですよ、うん、はい、やっぱ怖くて手離せないです。はい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 、で僕話したんですけど、僕の番が回ってまして、うん、でバーンと話したんですけど、そのまま上に離れるわけですよ。はいはい、はい、話すタイミングが違うと、うん、そのまま上にヒューって頭から落ちました。ボリューこれ爪が剥がれたって書いてるじゃないですか、はい、多分真ん中の支点のところ剥がれたってことは引っかかってたんですかね。多分そうだよね。一気に傾いたせいで爪が引っかかってグワッてなったってことですか。うわー、痛えなこれ。日暮らしの泣く頃にやん、これ。もう日暮らしの泣く頃ありましたよね。アニメのね、はい、無名さん、5歳の時ゴミを焼いてる日で5歳の時にゴミを焼いてる日でって何ですか。設定が面白いね。設定がもうもう引き込まれますね。もう引き込まれた。5歳の時ゴミを焼いてる日で、右足と靴と服に引火してもらいました。やけどの跡がビニールみたいでありますと。いまだにね、いまだにね、5歳の時で。ああ、危ないですね。これは危ねえな。ゴミ焼いて自分焼いちゃったらよかったな。自分もこうないですからね、こんなことしたら。次いますね、はい、リンさん、カップ麺のお湯をケツにこぼした時どうやって。ケツにこぼしたんだ。あ、なんかこうカップ麺取ろうと思ったらここに夜間があってってやつね。でバカーンっつって。ああ、なるほどなるほど、うんうん、あ、まだ沸かしてる段階で。段階の、うん、そうか、そうしないとケツにかかることないですもんね。そういうこと、うん、そうだね。結構お手軽かと思いきや危ない食い物ですよね、カップ麺ってね。カップ麺とかタックじゃん、食わないでしょ。食いますよ。白米食ってるだけで。さっきもタックってそういうの食うんだみたいな。タックさんってそういうの食べるんだ。定食とか食わないイメージがある。食うでしょ。ドバイのやつでも定食は食いますって。食うか、あれも定食、あいつらも食うか。あいつらも食いますよ。続きますね。それは偏見でしたこれ。トロピカルの部屋さん、小3の頃飛び箱を開脚、閉脚飛び、はい、あ、このあれですね、手の中に入れるやつですよね、足を、うん、失敗して飛び箱の向こう側に腕から落ちました。うわ、落ちた衝撃で腕に強い痛みが走って、うん、腕を動かそうとしても全く動かなくて、痛みと恐怖で泣いてたら担任から泣くならよそ行って泣けって言われた時の心の痛みです。あと骨折してました。うわー、もうダブルで。これひどいですね。これひどいもんですよ、これ。これひどい担任ですよ。学校もそうだし、ガンジさんでも運動神経良さそうですよね。なんか運動神経は良かった方だと思いますね、小学校の時は。すごく動けそうというか、なんかそうだけど、なんかやっぱ調子に乗ってたんだろうね、運動神経が良くて、はい、本当いい方だったんですよ、本当に、はい、小学校の時はね。でもあの太鼓を叩いてる先生がいて、いつもトントンってやって集合するみたいな人が、はい、トントンってこういう太鼓持ちながら、先生がこんなちっちゃいやつですか。ちっちゃいやつ持ってスキーの時に使うって。
でそしたらそのバチで、はい、この丸いとこで、うん、頭ガーンってやられたよもう調子乗んなお前っつってガーン その時なんかちょっと運動神経低下しましたちょっとバーン優勝2回目ごめんね本当皆さん西村さん1回優勝いただきで頭しばかれたらもう優勝ですよ我は俺覚えてるわ先生から殴られた時のこととかって結構覚えてるじゃないですか覚えてます続きましょうかねえチャイナさんチャイナさんはいスライサーで玉ねぎをスライスしてたら手を滑らせて人差し指の肉と爪半分をスライスしてしまいました玉ねぎが真っ赤に染まってましたうわ痛そうなんですよねこれスライサー2つあるんですよね手切れないように なってるやつと、うん、もうむき出しのやつがあって、うん、だからそういう行き過ぎると本当に指いくんですようわだから僕もポテトチップスを、はい、マジでこんな作ったことがあるんですよ動画でえ こんな量のポテトチップスじゃがいもが無限に取れるもんだからそれはもう一からポテトチップスを作るみたいなそうそう大量のポテトチップス夢を作ろうで近所に配ろうみたいなはい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 、はい、その時もずっと吸ってたんですけど、うん、もうほんとスタッフ全員指行きましたねそうか、うん、うわ危ないなこれはこれ危ないですねスライサーって言うんだなこれね指系も痛いですからね次行きますティグリスさん風呂上がりに親指の巻き爪対策で食い込んでる部分に挟み物を詰めようとしたら手が滑って中途半端にその部分を剥がしてしまい剥がしきれればまだよかったのに残ってしまったため対処できずそこから1時間ぐらい痛みに耐えながら爪を剥がしきりましたうわまた爪系ですね爪はだから一番痛いって言うじゃないですか、まあ、神経がね神経が一番通ってるっていう爪拷問でしょだってあれ爪剥ぎとか爪剥ぎのやつ爪剥いだことあります？剥いだことはないけど図工かなんかの時間に割られちゃったことあるってなんかその木工かなんかのトンカチのやつそれで友達手伝ってみたいな感じでここ持ってるからさみたいな感じでガーンってやられて痛かったですね痛いですね割れて黒くなりますもんねそういいですね爪はもう良くない次ですね良くないよ前田の近い親戚、じゃあ前田さんじゃないですかね誰でしょうか今だったらサッカーとかですかねサッカーの人もいますけどサドルの上を直立したらバランス崩して自転車と一緒に転倒して2箇所骨折しました、うん、親と、医者には自転車から落ちただけと言ってサドルに立っていたことは内緒にしました、うん、あと全治3ヶ月の骨折をヒカキンがしてましたしてたけどやってたけど、ね、骨折ってましたけどヒカキンさんも骨折るんですね ねじゃあ次いきますはい消し積み世界一消し積みにランキングあるんですかね消し積み世界一、ね、高校時代バイト中に板厚大多いですよね、うんうんうん、板厚1センチの鉄板を曲げるプレス機にうわ何これ右手親指以外を自らプレスして複雑開放骨折したことです、神経も切れていたので当方は痛くもなかったのですが、ガチの顔面色色で貧血でめまいがひどくて、視点が定まらずつけてた眼鏡を吹っ飛ばしました。血がなくなると何もできない。血がなくなっちゃったんだ。まあ、そうですよね、そうですね。いやこれ笑ってるけど大変ですよ。これ結構僕今優勝候補かもしれないですね。全部持ってかれたんでしょ。だって複雑開放骨折だもん。聞いたことない骨折っすね。開放されてんちゃんだから複雑骨折とか剥離骨折とか聞いたことありますけど、ね、複雑開放開放なんですから語呂いいですね。でもこれいいですね、複雑開放骨折。確かに複雑開放骨折どうもどうもいやなるほど。これは痛い。痛みは全くなかったんですよね。あとそこがあれですね、うん、痛い1グランプリで言うとどうなのかってことですよね。あなるほど。一応痛みが全くなかったって言ってしまってるっていうのがある。ここで自分でそうか、はい、血が抜けてますから、血が全部抜けてます。だからそれでもうボーっとしちゃったんじゃん。これ亡くなられてはないんだよね、うん、こう帰ってきてるってことは、ね、いやそうでしょ。いやマジでやばいっすよ。あ多分ね、いやこれは消し積み世界一位やわ。勝ち積みます、うんはいはい、貸し積み貸し積みって、うん、次やばいよ本当に。優勝候補ですね。次カルちゃんさんですね。竹串を切る作業してて竹串バチンと切ったらそのまま指の腹まで切ってしまって 1.5 センチぐらいえぐれました。病院行くのめんどくさくて1ヶ月くらい放置してたら治ったけど今でも跡が残ってます。あ残っちゃうね。これはね、これは縫わないとダメですよ、ね、ダメなんだよね。握力も弱くなるし、うん、これは塗った方が良かった。カルちゃんそれでもうそんな指でスイッチしてんだ。いやスイッチじゃない、スイッチ。スイッチは配信ですから。あ確かに配信のゲームしてるんですかね。そうそうって完全にスイッチって言ったらごまかせたかなって。無理です無理です。はい、次行きたいです。いやこれも痛いね。ジャスミン
ジャスミンさんこの前これね、シェフになりたての頃包丁を研ぐことに不慣れだった私は柳包丁を研いでた時に石の角に引っかかりそのまま薬指を半分いきました。うわ指を半カットした時ったらちょっと待ってください。あ、もうなんかこう感情が入っちゃってね、もう文章にね、もう指を半カットしきっとったらまあ指ハンカットしたらもう神経のしびれが止まらず、もう神経のしびれが止まらず、うん、血がなくなるかと思うレベルで垂れ流し、もうボタ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 工場みたいになってます。そうだね、流れ作業みたいな感じになってる。指をハンカットしと、あ、ちょっとなんかあの登場のセリフあるじゃないですか。指をハンカットしたときったらもう神経のしびれが止まらず血がなくなるかと思うレベルで垂れ流す海外在住だったら病院から自力で治しました。いやこれあるんですよ。僕の学校にもいましたね。こうシュッとスライドさせるの危ないんですよ、うん、あれちょっとぐらいだったらいいんですけど、うん、シュッと思い切ってやるんで、うん、ここで切れるんですよ。ズーンって。マジか。血の出方がやっぱすっごいですよ、切り口が。なんか最初は痛くなさそうだよね。あれそう、あんまね、なんかやった時はでも深さによってちゃんとこう痛みのランクってあるんだなと思って、うん、っていうの僕最近久しぶりに指を切りまして、うん、カレー作ろうと思って、うん、だからもう久しく包丁握ってなかったってもあるんですけど、はいはい、カレー作ろうと思ってジャガイモシュッてやったら一発目で指切ったんですよ、うん、久しぶりすぎじゃないかよそれ。その時はなんかあんまり痛くはなかったですけど血はやっぱ出ますね。出た。うわ、いい包丁とか切れ味良さそうな包丁使ってそうだもんね。意外とね治るの早いですよね、うん。いろいろホッチキスとかでバチンバチン止めたら本当すぐくっつく。ホッチキスで止めるとか結構ありますよ。なんか、ええ、まあ縫うのって一緒ですよね。そうなんですか。マジっすか。切り口がいいやつは治りが早くて、うん、ノコギリとかで切れちゃうともう治らないです、なかなか。ノコギリはもうここがもうね、歯がもうなんかどこでくっついたらいいか分かんない。ちぐはぐ。次行きますか。行きましょう行きましょう、はい、マイドンさん。マイドンさん幼稚園の頃です。かなり酔って上機嫌になってる母親に前髪切ったると言われ、目をつぶって座っていたらまぶたごとハサミで切られました。おい、ジャリーッと皮膚が切れた音と母親に切られたという衝撃ははっきり覚えてます。今は家族の笑い話です。あ、いや危ないですよ、お酒酔ってる時に前髪切るとか。前髪危ない。で何これまぶたごとって どんな風に切ったんだろう。縦横か。確かにだからすこうとしたのか横で切ろうとしたのかですよね。は、横だったら結構食い込んでも、そもそもそうよ、一からこのスタンディングからおかしなことになってますよね。横だったら、だから多分立てですよね。立てか。だってじゃあ前髪切るよ、あお母さんってなるからね、このはだからこう立てでいったんでしょうね。なるほど。あ、僕すきばさみでも指切ったことあります。すきばさみで、すきばさみで指切りました。あれすごいね、ちゃんと点々点って切れるんですよ。ああ、なるほど。でもその点々点からこの芸術的な血が出るんですよ。傷口もすくんだと思って、やっぱ優秀だなと思いました、ね、この時。はい、めちゃくちゃ痛かったです。いい話だな、なんかいやいや、でもいいですね。ことぶきさん、小学生の頃自転車に乗って横断歩道を渡ろうとしていたら、左折の軽トラックに巻き込まれました。あら、ね、右足を左前輪に引かれ、右ハンドルが荷台に挟まり、右ハンドルが荷台に挟まり、ちょっと、右ハンドルが荷台に挟まった。あ、自転車のですね、車の。あ、はい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 、そうか。うん、そういうことですね、うん、右ハンドルが荷台に挟まり、その挟まったハンドルに右手首の肉が挟まって、うん、引きずられた間に肉がもげた。めちゃくちゃ痛かったという。うわー、これ痛いですね。痛えな、これは。やっぱ事故って危ないですね、これね。いやー、これは生きててよかったな。でもこれだから、もうちょっと危なかった。危なかった危なかった危なかった。次いきます。石井さん、私の高校は幼稚園もあるのですが、幼稚園全部一貫ってこと、うん、体育祭の練習してた時、うん、園児たちがお散歩の時間に練習を見に来て、可愛いって手を振っていたら目の前が真っ暗に、うん、水をまくスプリンクラーの蛇口が埋めてある穴に落ちました。お、地面との境目の角で膝を打ち、膝がパックリ。うわ、スプリンクラーの蛇口が埋めてある蛇口が埋めてある穴ってなんだろうね。そんな深いのあれって。そう思って思いましたよ。片足入るぐらいじゃ、目の前が真っ暗だから、ここら辺までそう行っちゃった。え、なんかマンホールの中に入っちゃったとか、これレベルってことですよね、うん、そんな深いんだあれって。こう不意の怪我ってなんか、でもあの昔なんだけど、あのマンホールに入ってるあの白戸勇っていう友達がいてフルネームでね、そうマンホールから出てきたんだって。そのいや、これなんか聞いた話なんだけど、出てきたらそこに車が通って、ここにタイヤ痕がついて、そっからタイヤ痕みたいなこの額になっちゃって、そんな友達いましたけどね。ずっと、うん、ずっとずっとタイヤ痕とか、まあえぐれちゃったんだけど、あ、タイヤの跡が、タイヤの跡みたいな。
でそれがマンホールから出てきた瞬間に車が来てこうなったっていうのを聞いたことあった。誰でしたっけ。白鳥さん。白鳥さん。白鳥さんの情報が。それやばいんだよ。もうあのもう熱中症に弱くて、サッカー部で練習してるとすぐ倒れちゃってそんなやつなんです。白鳥さん。そんなやつがなんでマンホールマンホールの中にいたのはすごい不思議なんだけど。あれは何だろう。俺は信じてたんですけどね、今でも。マロさん。カッターで段ボール切っていたらなかなか切れない部分があって、思いっきり切ったら同時に左手の親指も切りました。血止まんなかったことです。爪も同時に切って縫うのが大変でした。切った時よりも縫った時がありえないぐらい痛かったです。未だにすら跡が残ってますということで。もうあと残り系ね、ぐーってやっぱ力入れるの危ないですからね。危ねえね。やっぱ常にね、脱力でいかないといけないそれむずいんだけどな。脱力が大事ですから。縫った時の方が痛いんだね。治るときは痛いですもんね、やっぱ。 MKO さん、小学生の時、中学生のヤンキーに錆びたドラム缶を投げられ、真っ二つになったドラム缶が足に当たって錆びてギザギザに割れた部分が刺さって肉がえぐれました。きゃー、痛えな。これ破傷風爆弾ですよ。破傷風だ、破傷風爆弾、破傷風爆弾もう錆びたやつダメだよ、もう絶対バイキンで投げ。本当にあれってもうちょっとでもなんかなっちゃったら、錆びたナイフとかでこの切られたら、もうすぐ病院で行かないとってことですよね。叩けとか言いますよね。なんか叩け、釘をが刺さったらまず病院行くまでにずっと叩きよけみたいな。え、マジで。ちっちゃい頃言われましたね。へえー、なんかあるんですかね、あれ。こう回んないようにするんですかね。なんか、いやもうだから俺もそれ初めて聞いたから、俺にその深く聞かれても分かんないみたいな。あ、叩け叩けの理論いや、ほら頭バチでしばかれてる人やったら分かるかなと思って。調子乗んなお前、調子乗んなお前あれはすごい体罰だったよ。今じゃ考えられない、理不尽。いやいや、あの丸いところ、とんでもないやつです。そう、本当に。次だと思いますね。無糖にゃんさん、酔っ払って寝た時、湯たんぽで足を低温やけどしました。ドラッグストアの薬剤師に聞いたところ、傷パワー〇〇がいいと言われ、使用していたら、傷パワーパッドですかね、足から悪臭がしてきて皮膚が腐ってました。おい、病院に行き餓死した絵師や。絵師だ壊死した皮膚を麻酔なしで剥がされた時は泣くほど痛かったです。いって大丈夫だったのかな。あの要は切断まではいかなかったんだ、多分。まあ痛み感じてるんで多分大丈夫じゃないですかね。大丈夫なんだこれ。腐って、中の神経まで腐っちゃったらどんどん腐っていくから切らないといけないですよね。もう、だから表面の多分可能してる状態だったんですかね。状態だったと可能してたんだと思いますけどね、これ。いや、これは痛いですよ、これ結構。これ痛い、これいい線だね、これ。低温やけどってとこもまたいいですね。いいね、いいね。そうだね。すみません、夏希さんかな。歩行時に膝蓋骨脱臼、膝蓋骨の位置や人体の緩さ、いろいろ重なり手術、内側膝蓋大腿靭帯再建。なんやそれ国会答弁かこれ内側、膝蓋大腿靭帯再建と思って頸骨を切り、膝蓋骨の位置を下げ頸骨をボルトで止めています。若い女性に比較的多いらしいので知ってほしいです。放置すると軟骨が減って人工関節と言われました漢字が多いですね。すごい、すごい大変なことですよ、これは。膝蓋骨の位置を下げて頸骨をボルトで止めています。はー、夏木さんね、あんた再建とかあるんですね。なんこれ、手術する時にもう再建します。だってこれもいいじゃん、これ入りが。歩行中にですよ、脱臼しちゃってるんですよ。歩行中歩いてるだけですからね。事故じゃないんですよこれ。だから年々骨がもろくなってるって言いますよね。はあ、若い女性に比較的多いんだこれね。これは初めて聞きましたよ。ダイエットとかも影響してるかもしれないですね。あ、もうそ、なんか骨が訴訟になっちゃって骨が訴訟ってなってるってそうそうそう、骨の中がスカスカになってみたいなって言いますよ。だから、ほら、今女性の中の美人って、なんかスタイルがね、どれだけ細いかみたいな、ね、みんなの争ってますよね。応援してるアイドルってとか有名な方が細いからっつって、私も痩せないと痩せないとっていう時代らしいんですよね。それで、そうか、競争でね、痩せて筋肉がなくて骨に負担かかりすぎちゃうみたいな。まあ、ありますね。だからさ、もうちょっと考えましょうね、ダイエットもね。美だけをさ求めるのもいいんだけど、その内側考えてやりましょうよ。ちょっとうるせえよタック
タックじゃないです考えた方がいいですよ。その通りですね、はい、続きますね。春823、保育園に自転車で母親に送ってもらう途中、後ろに乗っていた私は後輪を足で止めてびっくりさせてやろうと思い、後輪に左足を突っ込んだら肉がえぐれ て骨まで見えてギャン泣き状態に。一応びっくりさせる目的を果たしましたが、まあね、痛すぎて治療されてた間の記憶ぶっ飛びましたということで。これ面白いですね。いやこれちっちゃい頃ってねこれで怪我するって分かんない、分かんないありますもんね、うん、あなるほど。母親もスーパーの前にこのなんか原付乗ってた時があって、はい、うんうんうん、でスーパーの前に止めてたらしいんです。僕まだ生まれてない時で、うん、スーパーに止めてたら近所の人が自分のこの子供抱っこした状態で、うん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 、あーって言ってこうサムさんっつってこう近づいてきて、はいはいはい、こうあ大きくなったねっつって、うん、メットインだから入れてたらしいんですよ荷物を、はいはい、買ったやつをこうやって、うん、大きくなったねーとか言ってたらその子供がバイクかっこいいブーブーってそのままこのハンドルひねったみたいな、おーブーンってブーンってなってそのスーパーなんか突っ込んでいや俺もある一個一個あるあったあった俺俺聞いた話なんだけど、うん、3歳の時親父の車があって、はい、それをなんかハンドル握るのが好きだったみたいで、もうサイドブレーキ外しちゃったみたいで、親も誰もいない状態で、わあったらなんか時計がもう前回ぶっ壊しちゃったみたいな、そのままよく生きてたなって、ガーガーガーそうそうそう、ドロドロドロ、あったっていうかそう、うん、聞かされた、危なかったぞお前あの時、あんま覚えてないですか、うん、覚えてないですよ、うん、いや子供がいるところでその触れないようにするの大事ですね、大事、チャイルドロックって本当大事じゃないと思う、本当大事だと思う、本当に、うん、続きます、はい、七市のゴンベイさん、七市のゴンベイさん、はい、幼稚園の時に応接間とかにあるでっかいガラスの灰皿が、あのヤクザ灰皿ね、ヤクザ灰皿、灰皿、透明の人殺し灰皿、うん、後頭部灰皿ですね、はい、ですね、うん、足の小指に落ちました、痛い、しかも落ちた場所のガラスが欠けてて鋭くなってました、うわ骨が見えるほど切れてたみたいです、ね、なんだみんな骨が、母親はパニックになってタオルでぐるぐる巻きにしておんぶして病院までかけていったそうです、痛いですねこれも、骨までいっちゃうか、そうかけてたからか、高さもありますよね、そこから落ちてきたのかっていうのも、確かに確かに、うんうんうん、でまあ、うん、大抵このなんでしょう、後頭部灰皿は意外と低い位置に置いてある低い机の、そうだね、そうそうそう、そうだね、低い机の位置であります、うん、高いところであれ見たことないですもんね、ないかな、うん、俺もあれは、次魚さん、はい、ありがとうございます、怪我とは少し違うかもしれませんが、うん、恐れ多くも出産した経験、うん、出産を経験した女性を代表して言わせていただきます、お、4文字、帝王切開ダン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 だね術後次の日に歩かされます、地獄の歩行訓練です、内臓全部剥がれ落ちたかと思いました、マジで男性経験できないですもんね、できないし、これ次の日歩かされるのかなっていう、確かにだから理由があるんですかね、なんか内臓だからあるのかもしれないですね、次の日にしないといけない、確かに確かに確かに、もしかしたら、うん、無理にちょっと無理させないとダメだな、なんかダメな理由があるのかもしれないです ねこれ内臓が剥がれ落ちる感覚経験してないですから ねでもこの男は尿路結石っていうんですかね、うん、を経験するっていうじゃないですか、あれは経験ないですけどまだまだあれきついらしいよ、あれ急に来るらしいしな、はい、あれね、立てなくなるって言いました、ね、うん、あの友達が仲いい友達、うん、本当20代前半になって、うん、あの全身麻酔するんですよね、確かあれ全身麻酔が必要なの、はい、全身麻酔したんです、したらその何が痛かったかって、もう痛ってなって薬飲んで落ち着いてきて手術する時は全く痛くないんですって、うん、だ全身麻酔してるから次尿道に管を入れられるんですよね、おしっこ、おしっこを漏らさないようにっていうか、うんうんうん、それを抜く時が痛かったんですよ、もう看護師さんがもう本当うーわ看護師さん何で繋がってるじゃない、何それこれで管を抜くかもうソーラン節張りの円安さっさみたいな感じじゃん、うわーって抜くマジで痛かった、いやそれはちょっと無理だな、絶対経験したくないね、これは、適度な運動と糖質制限というか、糖質制限、はい、すれば大丈夫だそうです、なるほど、はい、健康一番ということで、次ますね、リョッペさん、東海の徹夜をしております、小学生の頃図工の授業中、おこれは図工対決ですね、図工俺の方が強いぞ、ノコギリで木を切っていた時全然切れなくて力いっぱい木を切ろうとしたら手が滑って押さえていた左手に思いっきりノコギリが行きました、あこれは大量に血がドバドバ出ました、あこれは強いな、まあでもノコギリか、まあ、ギリ太鼓鉢の方が、太鼓鉢はでもさ大した怪我じゃなくてただえぐれたわけじゃない、骨も見えてないし、運動頑張ってただけでしょ運動やってわーってっうわーって頑張ってなんか俺が1位だみたいになってたらお前調子乗んなっつって太鼓鉢でバーンっすあれひどいよあれマジでトラウマだわ今思ったら、あれ関係ねえよ本当に太鼓鉢太鼓鉢だよ
あの丸いとこだ。あの木のとこですよ。太鼓鉢でバーッと。太鼓鉢が面白くなってんじゃねえかもう。さっきからその木の丸いところでは全然笑ってない、あの丸いところは全然面白くないと思う。その理不尽さがおもろいですなんでっていうついてる。お長いですね。長い。KSK アイスランドさんかな、私が3歳の時の話です。私は毎日のように母が行っていたアイロン掛けを不思議そうに見ていたそうです。いつものようにアイロン掛けを終えて母が席を立った時、幼かった私は立てかけてあったアイロンで自分の手のシワを伸ばそうと手を押し付けたそうです。アイロンで、これちょっと、その場で救急車呼び救急搬送されましたが、熱で溶けた皮膚が手を握った状態で溶接されたようにくっついてました。うわ痛そう。一回溶けて閉じちゃってるから。うわそっか。手術で皮膚を指の形に整形して、これは手を握れるように手相も人工的に作ってもらいました。すごい。これすごいわ。物心がつくまで出来事だったので、幼稚園の時に左右を覚える際に火傷した左手のひらを見て跡がある方が左と覚えていました。現在では成人してますが、手のひらを見なければ片目では分かりませんし、多少握力が低い程度で問題なく生活ができる。今できてるんですね。よかった。医療技術すごいですね。すごいね。いやだから今思った、その野口英世さんもね、こうなっちゃってて、でこう指をこう自分で作ったけど、今だったらもっとすごい内科医じゃなくてなんか研究医だったでしょ、あの野口英世さんって。そうですね。だからもしかしたら外科医になれてたかもしれないね。かもしれない。誰、野口英世さんですか。今野口英世さんがもしかしたらあれ人は外科医も行けたかもしれない。行けたかもしれないって行けたでしょうね多分。すげえ人だから。すげえ人行けたな。行けた。変な。そうこれもひどい。そうタックさんこれ何これ。いやこれすごい。やっぱでもまあ確かに痛々しくはあるんですけど、覚えてないってところがねちょっとあれかもしれないですね。もう物心つくまで出来事だったので、ね、いやでもでもすごい感動しますね。そうだね。今技術こんななってんだっていう、ね、感動します。これはもう希望ではあるねこれね。痛々しいですけどね、うん、次いきますね。はい、ササミンさん、ドアに足の小指ぶつけました。痛かったです。ここに来てシンプル。ここに来てシンプル。これが一番痛いんだよね。そうそうです。結果ね、よくある、うん、なんだかんだこの笑える範囲の、うん、で一番痛いものってことです、うん。これはもうありすぎてね、出さないけど、これしかも本当に急いでる時にぶつけるよ、ね、ぶつけるもんね。次いきますね、ヌさん。スケボー初めて乗った時何を思ったのか、普通の下り坂をスケボーで下り始めて案の定落下して足反対に曲がりました。腰キラン反対のやつね。こうね、もう完全に、はい、これなんでしょう、なんか人が足曲がってる映像ってすごい鳥肌立ちますよね。怖い。スポーツとかの車でグーッと腕とかが反対に回るとやっぱ、うんうん、これA 子さん、酔っ払って正座で階段落ち。酔っ払って正座階段落ち。正座を何でしたのかっていうのがね。じゃあ次行きたいと思います。ヒソップさん、小学生の時横断歩道でバスの運転手さんが行っていいよと合図してくれたので歩き出すと、脇から二トン車が出てきてドーンとぶつかり飛ばされました。あ、両膝ずるずるっと地面に擦られ、うん、車が当たった脇腹背中の衝撃で息ができず、お産の痛みより二トンの車の方が痛かったです、ね、うわ大怪我ですよ。事故です。いや、よく来てたらよかったわ、ヒソップさん。危ないですよね、この前の車止まってんのに脇をヒューって出てくる車とかいるじゃないですか。産休、うん、事故じゃないのこれ。違うか。多分歩行者なんで、こっちは横断歩道、横断いいよって言って譲って渡ってたら、後ろから来たのが脇からヒューって出てきたってことですよね、うん、抜こうとして。そうそう、そう、危ないですね、これ本当に。これは冗談じゃないの、これ、じゃあ次行きます、ね、なかなかよ。お、XJAP さん、XJAP さんから俺の勝ちだっつって診断書持ってきて、大怪我だ。大怪我。何これ、やべえ。左頸骨骨幹部解放骨折。あ、解放骨折出た。2回目2回目の解放骨折あるんだね、この名称が。右頸骨骨幹部骨折、左右球外後壁骨折だね、これ右球外後壁右球外後壁骨折分かんない。V が分かんない、これ。マジで分かんない。両膝周辺座礁。うわ両膝の周辺、うん、両膝の周辺座礁、座礁って言うんだね、これこの辺、これも何ですか。左線上かな。左線上、左線上骨か。ああ、はい、左線上骨骨折、うん、全身打撲。これなんだよ、これ。いや、これひっくるめて全身打撲でいけるそうだ。確かにこれプラスの全身打撲ですから、うん、打撲以外にも骨折があったってことでしょ、これね。で
左に出た右ですね右頬骨急陥没骨折何があったんだこの人に急陥没これは面白いって言うとあるんですけど、うん、ヒョードルかなんかと喧嘩したんですか、ね、多分そうだと思うよそうですよねヒョードル、うん、まだありますから、うん右上顎やっぱヒョードルだヒョードル顎ですから、うん、で両下顎骨折 あ上は右だけだったん だ顔ですよ、ね、顔だ顔面と膝ってことは、まあ、事故であ交通外傷にて受傷交通外傷なんだ交通事故ですねこれ これいやちょっと診断書出されたらちょっとこれはちょっと強いですね強いね証拠ですからこれ、はいうん、全身打撲だけでも全然いけるレベルの程度のやつなんですけどただ名前短いですかちょっと名前が短いねこんなもんしかないなんでこれなんか応援地天井低くねと同じものを感じますよ診断書見て名前告白されてこれお前名前短くねこれは強いですもうこれは強い、うん、これちょっと圧巻でしたね約8週間あえでも意外と意外と短いのかな8週間2ヶ月ぐらいそうだね、うん、2ヶ月間約8週間の安静加療を要する見込み安静だけじゃこれどうしようもないというか、ね、どうしようもないというかもう相当動けないしねこれ開放骨折ですからね開放が開放骨折太鼓骨折だと太鼓骨折だよ行かしょお前調子乗ったお前バッ本当にね開放骨折してたかもしれないもしかして左頭蓋骨頭蓋骨開放骨折いや俺診断書欲しかったなあれマジでいやこれは優勝候補ですね優勝候補だね優勝候補食い込んでますよこれは優勝候補だわこれ俺の勝ちだジャップさん強いジャップさん強いやべえ強いこれは強いですねB 賞さん YouTube フギュアの YouTube やられてるんですかね高校野球の練習試合中に、うん、ベンチの端で声出ししてたら、うん、外野のファールゾーンにあるブルペン約 40m 先から飛んできた大暴投が顔面の左側面にクリーンヒットしました顎2箇所骨折したため骨がくっつくまで口が開かないように1ヶ月固定した固定の器具をつけるために歯茎に10回ぐらい麻酔打たれたのも地獄でしたうわーいやだから逆解放解放できなかったってことですもんねそうだね逆に解放させないようにさせる1ヶ月後でまで頑張ってたんだが約 40m 先から大暴投が飛んでくるってうんなんかまあ打った球がなんじゃないかなと思うけどあでも大暴投なんてこれキャッチャーですかねじゃあキャッチャーが大暴投どんだけなんだよあの狭いとこに狭いところにうわーって入ってきたことで次ですねはいはカンコロ持ち初心者さんありがとうございますありがとうございます学校から帰宅途中坂を自転車で下っていました坂が終わったところに横で大きな川が流れている大きなカーブを曲がろうとした時自転車が滑って横転しました、うん、ガードレールがあったので川には落ちませんでしたが逆にガードレールとアスファルトの間に挟まれたせいで足は大根おろしのようにえぐれ手首から肘までバッゆっくり切れて血だらけでした激痛に耐えながら帰る最中もまた自転車で段差につまずいてこけて今度はもう片方の腕の皮膚がえぐれましたもう笑うしかなく白い制服を真っ赤にして帰りました今思い出しても冷や汗が出ますこれは不甲斐ですねなんだかついてなかったねその日ついてないですね怪我する1日って結構ありますもんねあるあるある今日なんか怪我に気をつけないとなみたいな日ありますもんねあるわかわいそうに次いきますねえつきだありがとうございますプーさん寿司屋に勤務していた時冷凍マグロの仕込みをしようとして手順を誤り牛刀を滑らせて左手親指を思いっきり縦割りしてしまったことでしょうか、うん、あこんな感じですということであこんな珍しいこんな世にも珍しいですよこれ縦で縦でいっちゃってるってことな牛刀はもういっちゃいますからねもう牛刀って何牛刀、ね、牛刀って何牛刀牛刀は片刃と両刃ってあるんですよ包丁って、うん、で日本の和食作る時片刃なんですよ、うん、だからこっちが片刃歯ついてないんで、うんまあ、気をつければそんなことならないですよ、はい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 、牛刀は両方についてるからあそういうことか鋭いですよねなるほどなるほど肉切るってなったら、まあ、両方に歯があるんで切り口がグーって開く感じですよ、ね、あ親指満開です、あこれちょっと長いの長いあれですね、うん、レイさんですね、うんいくつかありますが子供の頃友達と土手で鬼ごっこをしていたら雨上がりで滑って転んでしまい、うん、手を出したらそこにはなぜかサボテンが落ちてました左手は血まみれになり友達が慌ててティッシュで拭いてくれたものの何か黒いプツプツが後から大人が確認したらそのサボテンは腐っていたらしくうわトゲが皮を突き破り肉に刺さっていたようです、うん、すぐ病院行ったんですがトゲを取るために手のひらの皮を針とピンセットで一
本日抜くしかなかったため、やはり手を血まみれにしながら治療していただきました。心の傷にもなった怪我でした。なるほど、いやいいですね。サボテンってマジですぐトゲついちゃうよね。あれなんなんすかね。あれすごいよね。でもね、ちゃんとくっつくようになってますね。くっつくようになってんだ。あれサボテン側には全然生き残りないですもんね。ない。山嵐とかもそうでしょ。ハリネズミとか すぐ刺さっちゃう。あれすぐ刺さるでしょ。なんであんな、なんで知ってんだよそんな。だから僕最近思ったんですよ、うん、やっぱこの地球上で一番強い生き物ってやっぱ植物だなって。人に気づかれないようにどんどん大きくなるじゃないですか。まずなるで、うん、自然に溶け込むと、もう自然がそのものなんで溶け込んでるじゃないですか。溶け込んでんな。でもトゲはすぐ刺さるでしょ。うん、でやっぱ植物が多分一番強いんですって。あ、そうか、進化の過程 で、あ、なんかこう地球崩壊起きても自然だけは残り続ける。残り続けるのがやっぱり植物なのかね。やっぱ植物がこの世界で一番ですよ。サボテン結構強いんですよ。サボテンやばいな。次いきますね。にがみさん、思いっきり転んでデコボコ砂利道ですねをすりました。傷口に小さな石ころや砂が無数に入って、水で流したのも痛かったけど、それだけでは取れず、じいちゃんが爪楊枝で一粒えぐり出してくれた。いい思い出。泣いた。痛いですね。痛いの。痛いですね。これな、石が入り込む、うん、続きますね。にゃんけんさん、にゃんけん、はい、小学4年生の夏休み、プールのコインロッカーで悪ふざけをして登ろうとして倒れて下敷きになりました、うん、重すぎてびくともせずに鎖骨骨折、まあ、骨折の手の甲の肉、骨折の手の甲難しい、これ難しいですね。これ難しい表現だな、はい、骨折した手の甲の肉が潰れた、この肉が潰れたってことですね。これもまた診断書を書いたら肉が潰れちゃうんだ。これいろいろ出てくるんじゃない。解放、肉潰れた解放、うん、うん、手の甲解放骨折ここでもこれ開放骨折ってどういうことなのか分かんないですよ。ちょっと開放骨折調べますか。なんか気になりますね、うん、開放骨折とは骨折した骨の端が皮膚を突き破って露出したり、なるほど、骨折物つながる傷が皮膚に当たるものを言います。はあ、なるほど、はあ、なるほど、なるほど、重度の骨折の一つらしいですね。なるほど。だから前で言うと剥離骨折みたいな感じですかね。なんか多分そう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 。だからこの骨折れて、うん、折れたのが皮膚を突き破って解放されるの骨が、うん、あ、骨側の話だよあれ。なんかよく見るじゃん、なんか全身打撲ってとかって、うん、あなたが全身打撲しましたじゃないですか、はい、これで言うと骨が解放したよっていうことなんですね。そうなんです。骨が解放する骨折ですってことか、うん、骨側の話だったんですね。やばいな、解放骨折は。じゃあ次ですね、はい、翔太さん、かくれんぼしてて気づかずに鉄パイプ太ももに刺さったこと。どういう状況。え、あ、鉄パイプが太ももに刺さったんだね。かくれんぼして気づかなかったんでしょ。全部言った、全部並び替えて全部言った同じこと。なんで気づかない。隠れようと思ってこうしゃがんだ時とか、しゃがんだ時なんですかね。なんだよおい、すいません、刺さんなおい。え、きなこさん、咳喘息になった時、咳のしすぎで弱っていたのか、くしゃみをしたら左の背中側の肋骨を折りました、うん、パキャッという軽い音とともに激痛が走りました、うん、数日後寝返りで右側も折りました。うわ、咳喘息マジで注意です。あ、これね、ねえ、なん、そんな折れちゃうの。だってカーってくしゃみして、結構咳しすぎは危ないんですよね。危ないんだ。僕100日風邪っていう病気になったことがあって、はあ、もう約100日間咳が出続けますよってやつなんです。100日咳か、うんうん、これなって、うん、したらこれうつるんですよ人に。やべえ、うつるんで、うん、僕100日間学校行けない時あったんですよ。全治100日でもうそういう病名がついてますから、一人だけ夏休みみたいな。しかも感染病なんで欠席に入らないですよね。出席停止扱いなんで、ほぼ休学。いや、コロナよりもきついじゃんそれ。小学生、100日風邪、はい、それで痛くなった。このもう大変でした。全部全身が痛くなりましたね。喉もずっと腫れてますし、うん、肩とか背中まで痛くなりますね、うん、あれ。あ、そんなになっちゃうんだ。だからあんまりその咳したくてもこう止めないといけないんですよ。うわーってやっちゃダメっていう。ダメです。なるほど、うん、次ですね。160キロのドラム缶、またです。ドラム缶2回目、ね、あ、ドラム缶2回目。160キロのドラム缶とドラム缶の間に左手の人差し指が挟まると骨折と大量出血。うわー、ゴロンって転がってきたのでパチーンってたんですよ。うわー、そんな骨折までしちゃって大変ですよ。俺続きますね。有川優さんかな。おとんかつ屋でバイトしていた時、右手に熱々のラードがかかって火傷しました。痛いね。ラード熱そうですね。熱いですよ。もうラード100度超えますからね、これ油は。あ、そうなんだ。油は温度を100度超えるんですよ。やっぱ温度高ければ高いほど皮膚に当たった時痛いですからね。もうマックス200度の油受けたことあるんですけど。どのぐらいの、だからパチャーンぐらいでしょ。パチャーンぐらいです。うん、
痛いです。やっぱ熱ければ熱いだけ痛いです、あれ。フルーツ缶を開けるとき、蓋の丸いカーブのところに親指を添えていたせいで、左親指の第一関節がパックリ切れて、タオルを数枚血濡れにしました。血を止めるために押さえていた右手にドクッドクッとタオル越しに伝わる脈の感覚を忘れられません。あ、痛いねこれ。いや、この血が出てる時の脈ってる感じですよね。まあ心臓ってポンプになってるんで、心臓がグッてこのドクンとなるので、うん、血液がこう循環させられてるんですよ、うん、ずっと、うん、だから一箇所が切れるとそこから血が逃げるんで、うん、抑えるとやっぱこのなんとかこう外にね、そっか、解放しちゃって、血液解放。血を見るとさらに心拍数が上がるんですよ。心拍数が上がるとまた血の巡りが速くなっちゃうんだ。でそれでドクドクっていうのがもう伝わるんだね。危ないですね、気をつけないといけない、うん、はい、次いきますね。のめっちさん、小学生の時重い非常階段が閉まってるのに気づかずかかとあたりをぶつけてしまいました、うん、その時はなんか痛いなぐらいにしか思っていませんでしたが、後ろから来た子に靴下が血だらけになってるよと叫ばれ、ふと足元を見たら靴下から上履きまで血だらけになっていました、続きあります。保健室に行き靴下をゆっくり脱いでみたらアキレス腱あたりの皮がペロリとめくれていました。その皮もあと2ミリぐらいの幅を残してくっついていました。傷口はピンク色が見えていたので多分筋肉が見えていました、うん、その後病院であと1ミリずれていたらアキレス腱切ってたよと言われました。わ、危なかったね。アキレス腱切りはちょっとね、あれはもう歩けなくなっちゃいますから ね、 ねえ、アキレス腱切りはちょっと残酷ですね、うん、危なかったね。のめっちさん本当にあるんですよ、韓国のドラマで、うん、アキレス腱切りが、え、とんでもない包丁使いがいるんですよ。あのそれドラマかなんかでしょ。そうです、そうです、このぐらいの、うん、出刃包丁っていうんですか、ね、うん、小さいやつ、うん、小アジとかサバクのやつを、うんうんうん、こう2本持って戦う包丁使いがいて、何そのドラマ、すっごい強いんですよ。シャク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 でアキレス腱切っちゃうんです。そうそうそう、でこう追いかけてって、うん、もう切られてるんです、シャクシャク、うん、シャクシャク切られたやつがあーってこう逃げようとして走るんですけど、うんうん、血を見てこうまたちっちゃい包丁を持ちながら追いかけてくるんですよ、うん、でそいつがいるとこ見つけて、うん、足をグッとやって、うん、このちっちゃい包丁アキレス腱のこの柔らかいとこ、はいはいはい、シュッて入れてこうやってピンって弾く瞬間です。いや残酷ですわ。ブチッと音と同時にブラックアウトする演出だったんですよ。はいはいはい、はい、バンって黒になって、うん、そしたらその後違う事務所、やられた側の事務所のシーンから始まるんですよ、うん、あいつがやられましたみたいな、うんうんうん、あいつがやられました、はいはい、ほう誰がやったんだみたいな、傷口から見て誰誰だと思いますで、うん、こいつでさ、どういう傷だったんだって、うん、まず両アキレス腱言ってたんですよ。両アキレス腱をこうプチンやったんやって、うん、あとこの全部の腱、全部腱を切るっていう、 あらゆる腱を切られて多分もう二度と動けないと思います。動けない、ね、あれなんか今だと治んないのかね、あれね、治りそうでじゃない、なんか治りそうな気がしますけど ね、だからアキレス腱も切れたら戻りますよね、時間かかる、厳しいだろうけど、はい、これはよかったねこれ。カタルシスとバカはシスで因が踏める、ほう、カタルシスとバカはシス、因のレパートリーが増えます、ね、うん、因はあればあるだけいい、あるだけいいか、気持ちがいいし、ね、気持ちがいいですか、うん、はい、雪の中自転車漕いでたら滑って片足がチェーンに巻き込まれて負傷しました、うん、痛いと思いつつもすりむいたくらいだろうと自転車を押して歩いていたら後ろから顔面マッサージのおばさんが声をかけてきました、うん、振り向くと白い雪に真っ赤なライン、くるぶしを切っていたようでスニーカーから溢れた血が線を引いていた。何この文章がなんか文学的だなこれ。趣がありますよね。趣があった。やっぱ言葉が好きなんでしょうね。好きなんだこのカタルシスとバカワシスで因が踏めるっていうのぐらいだから。兄さん、え、つなか開けようとしたけど開かなかったから爪に引っ掛けて力を入れたら、うわ、爪がパリッと剥がれました。痛いのはもちろん見た目が衝撃すぎた。つなかに負ける、弱すぎでしょね。そんな女性だとやっぱ爪長くしちゃうんですかね。爪長いとこう長爪してて、そうそう、視点力点作用点じゃないですけど、テコ原理が働くんですね。テコやられです。テコ、はい、負け、タコ負けならぬテコ負けです。テコ負け、テコ負け、テコ負けだ、はい。次ですね、トウイさん、体育館で友達と筆箱でキャッチボールしていた際に、うん、友達が投げた筆箱が自分の目の前に飛んできてスライディングでキャッチをしたら、うん、小指が床に巻き込まれて外に90度折れました。その後合唱の練習があったのでその場で指をまっすぐに戻して練習に参加した。すごいな、アナコンダとかでしか見たことないですよ ね、骨も折れて。あれ実際だからまっすぐ戻さないとダメなんですよね。その場でその場でこういけんだったら戻した方がいいってことか。腕とかね、反対とかなっちゃったりしたら戻すんですかね、あれって。一回、いや無理でしょ、だってこのこっち行っちゃうんでしょ逆に。そうそうそう、でそれを戻すって、一回戻さないといけないから戻すよってあるのかな。あるでしょうね多分。
でもねよくドラマとかでこのサバイバルのシーンとかでは、うんね、じゃあ行くぞ戻すぞみたいな、うん、3、2、うっとかやるじゃん。やってるやってる。あれをやんのかな分かんない。でバキとかバキはバキ、はい、バーンってなった時もうぐちゃぐちゃになるじゃん、はい、すごいもう本当に、はい、あれいつの間にかこう包帯で巻いて治ってるみたいになってるけど、はい、あれ気になるよね。でも確かに確かに確かに バキのそうです骨折どころの騒ぎじゃない。騒ぎじゃない確かに騒ぎじゃないじゃん。俺に折れますから、ね、俺に折れて確かにぐちゃぐちゃになってるじゃん。あーってうわーって次の漫画のとこではもうピンピンしてますそうなんだよ。だから本当そういうアニメパラドックスみたいなの結構あるじゃん。あのケンシロウも服破りした後の、うん、あそうだよ服がバーチャーってまた次着てるじゃないですか。あれ何枚持っとんねんみたいなあのベストみたいなの、うん、どんだけあんの漫画パラドックスって言ってんだ。それが漫画パラドックスアニメ漫画パラドックスそれを言ってんだパラドックスパラドックスありますよ、ね、はい、はいね、えマミヤ派ですか、ユリア派ですか。これは難しいね。いい質問だね。でもそれねこれ俺ねこれは俺マミヤ派なんですよ。あマミヤユリアちょっとモテすぎなんですよ。わかる。ユリアもう誰からも好かれてるからね。確かにラオウもラオウが泣いてましたもんね。ねあれ見て最後意味わかんなかったというかラオウもねなんだこれあいつなんだラオウがなんだって話ですよ。自分でユリアと捕まえてきてなんかユリアの後ろに立っていくと許せみたいな俺も悲しみよって意味やからねいやおめえが連れてきてそんなことあるとおめえがやっといてなそんでな悲しみよ悲しみよで殺してないんだから結局、ね、そう自分のためだからなあれ結局強くなるための勝つためにあなんだこれすごいですね次ですね。動く沖縄県バイク事故で金玉潰した痛いですね。玉系まだ出てなかったですね。出てない初めてですよ。玉は潰れますよ。なんか部活やってましたタックンさん。剣道やってました。剣道だったら潰れはしないか。潰れないですね。筋的になることほぼないですね、うん、結構分厚いですからねネームもあって、うん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 、袴も履いてるんで、はいはいはい、結構玉は守られますね。喉潰すことありましたね。突きがあるんですよ。あれきつそうだよあれ剣道部の。できなくなるんですよね。あれやってたんだタックンさん。やりましたね突きが禁止のとこもやっぱありますしね、はい、そうだよね。危ないです、うん、外部の先生とかやってくるんですよ。その学校ダメだったんですけど、うん、外部コーチが土日来るんですよ、うん、で参加したい人はまあほぼ強制参加なんですけど、うん、はいはいはい。もうそいつらもうすぐ機嫌悪くなるんですよ本当にかかり稽古とかでもう僕らはうさばらしとして50代のおっさん2人だったんですけど、うん、中学生ですよ、うん、中学生相手にバシャバシャバシャってやるもんだから、うん、痛くて仕方なくて、うん、でそいつが「おい!」とかでこうついてきたりするんですよ。片手でしかもガーンってそうですもう強いから、うん、でみんなボロボロになって休憩ってなったら、うん、1年生がお茶をつがないといけないですよ、うん、で僕間違えてあったかお茶持ってったんですけど、うんうんうん、ぶち切れられました何やってんだおいお盆でカタカタカタなんで間違えねえだろうあったかいのと冷たいの暑いだぞ暑いぞ理不尽だなジジイって比較的どんな状況でもあったかお茶を好むじゃないですか。まあ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 そうだね。その頃の僕ピュアなんだよ、うんうんうん、よかれと思ってるんですよ付きやらなんやらしてきやがったあいつらマジで許せん、はい、で金玉潰れるのね。潰れます潰れます。もう片方潰れちゃいましたみたいな人もいらっしゃいます。治らないの。治らないです。どうすんのそれ。2つあるんで一応清掃機能1個なくなっても1つもう1つまあね、はい、大丈夫だって言うよね。金玉もこれちょっとあれですよね不良品ですよね正直。なんで出てんのって感じですよ。いやもうだからこれ失敗だ神様のいたずらですよ。ぶら下げとけやっつってなんでなんすかね。あれ中に入れとけばなんないもんねこういうなんか冷やす目的で外に出してるやつですよ。だから精子が冷えた環境でしかその一定の生成できないみたいな。そう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 。そうすぐ死んじゃうからみたいな。だから外出してるらしいんですけどもいやいやいやあれはひどいもんじゃんだって。そうですよねあんな無防備に神様のいたずらですよ次コタさん金玉殴られて金玉がパンパンに腫れた時から最大の怪我は痛いですねこれ。あこれパンパンに腫れるんだ。腫れるんですね。父方のおじいちゃんかなんかが、はいはい、そのマムシかなんかに金玉を噛まれたっつってその様子見に行ったらしいですよね大丈夫っつって。でうちの母もそう言ったらしいですよ大丈夫って。だからいやお父さんもう全然動けなくてご飯こっちに食べてあの歩くだけで痛いから部屋でご飯食べてるっつってじゃあ部屋でちょっと挨拶しに行きますねっつって大丈夫ですかお父さんっつってこのガチャって開けたら金玉をお盆にしてその上にご飯置いて食べてたなんかあんまりにもそれはそれはないあんまりにも金玉こんなんなってここで食ってたうちの母がそれを見たって言うんですよあいつの親父はみたいなことあることなんか言うんですよ
金玉膨れすぎて金玉、マジで金玉お盆にしてたからねって言うんですよ。すごい話だよそれ。すごいですね。なんだその話は。結構盛り癖あるうちあるんですよ、ね、お母さん。はいめちゃくちゃセンスはあるけどね。お父さんの方は金玉お盆で、うん、その奥さん、うん、おばあちゃんの方ですね、はい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 、おばあちゃんの方は、うん、ずっと吐き気がする吐き気がするって、うん、体調悪いんじゃないのって言ってたんですけど、うん、なかなか原因が分からず薬飲んでも治らず、うん、でどんどん体調悪いって言って食べる量も減っていくんですよ、うん、これなんかあるんじゃないってなったら急に、あ、なんか吐きそうって言って、うん、だから一緒にトイレ行ったらしいですよみんなで、うんうん、で大丈夫です背中さすってあげて、うんうん、あーってやったら、うんうん、蛇出てきたっどういうことだよ。真っ白の蛇かけ真っ白な蛇、真っ白な蛇が出てるもう真っ白な蛇がニュルニュル出てきたっつってそれ続きますね、はい、日光さん、サッカーの試合で1試合4回金玉当たりました金玉らしいです、ね、金玉ゴールデンラッシュ入ってますよ。何だこのディレクターは金玉らしいわざとだろこれ家康さん、ムカデ競走の練習中半分のところまで行ったあたりでみんな総崩れした先は私の左足でした、うん、全体重がかかるため人体に負荷がかかり、うん、危うく切れかかっていたことです。人体系も痛いですからね。人体か、これもだから大変、人体骨折よりなんかやばいとか聞くんですよ。治りづらい、あ、そう、伸びるとね、うん、もう一回伸びたら縮まないって言いますから ね切って縮めるしかないみたいな言いますよね、うんうんうん、痛そう、人体は嫌だ。これこれ龍さん、木の床のささくれが足の指の爪の中に勢いよく刺さったと。うわ痛い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 、あ、いいですよ、今日一度リアクションですね。これは痛いぞ、これ分かるもんだって。なんか想像、あ、確かに想像できるかどうかっても大事だ、ね、大事かもしんないよ、これこれ痛い、シンプルだけど。次いきます。小学生だったある日、体育館でスライディングをしたところ床から飛び出してる釘の上を右膝が通過、右膝飛び出していたのが針の皿側だったので、うん、肉がえぐれかなり出血しました。ただ親に言ったら怒られるとビビってしまい病院には行かず、右足は今も健在です。はあ、危な、危ないなこれいろいろ危ないですよね、発症風とか危ないよ、これは怖い、健在で良かったですし。パラドックスさんかな、パラドックスさん出た、パラドックス、なんかパラドックスさんのアイコン見たことあるな、中学生になったスネ夫みたいな感じですね、可愛いですね、うん、次行きましょうか。豆の Q さん、テスト勉強が嫌で普段しないドーナツ作りわかるわかる、うん、変なことしちゃうよね、うん、揚げまくった油がマックス温度になってきた頃、親が帰宅しました、うん、慌てて鍋ごとひっくり返しました。反射というものは恐ろしいもので、キャッチしようと無意識に手を伸ばす、指が動かないレベルの大やけど、うんうん、指がくっつき2本が1本に医者に引きちぎられました。うわー、だからさっきの話あったじゃないですか、うわこれのちょっと熱で溶けたってことでしょ、皮膚が溶けちゃうんだよね、くっついちゃうんだよな、これ怖えな。次いきますね。メイさん、痛々しい話だら、小学生の頃ミシンを使っていたらスイッチを押し間違え、添えていた親指にグサグサと釘が刺さりました。パニックになった私は数秒何もできずそのまま刺されてしまいました、うん、なんとか止めてミシンから指を外し、抜いた糸は真っ赤になってました。うわ痛いな、これもうパニックっちゃうな。そうそう、ガガガガ止めても、うん、そのままよどうで余動でなんかなっちゃうこの刺さった状態で止まったらやばいよね、また確かにこっちで回しながらでしょゆっくり上げるの、ゆっくり上げないと、だからあれワンセットがカチャカチャなんですからねまた2回刺すことになる、ワンセットこうだ抜いて入ったこれ痛いですね、よかったね本当に。次いきます。2分バットさん、スーファミ一式を運ぼうとして AC アダプターを足の指に落とした、うん、足の骨折れた、なんだ可愛いな、もうもはやこの辺までこれ、ね、この時になる、うん、痛いですけど、またスーファミ一式っていうのがスーファミ一式っていうのかな、冷蔵庫とか大したそう重たいもんじゃなくて、ワクワクしてたんでしょうねよしスーファミやろうアダプターだけ、アダプターだけそうまとめて持っていこうと、繋がなきゃいけなかったっつってそうそうババーッとあらっつって指の折れて、何やろうとしたらそんなに一生懸命何をやろうとしたんですよ、ゆうきさん、仕事中にハンマーで指を叩きました、中から白い肉が飛び出してそのまま病院直行、治療するのに飛び出た肉を水で洗う際に直接もみもみされて指先がしびれたような痛みで何とも言えない状態になりました。ちなみに飛び出た肉は戻せないのでちぎられて指先の形は若干変わってますと、痛そうだな、うーお肉ホルモンみたいな感じですよね、プリッと、うん
だから白いだねと思った。中の筋肉白いって言いますよね。うわーこれすげえな、これ指痛えよ。ゾッとします。指はだからあの痛覚が残るんですよ、あれ切っても。あのやっぱ反社の人と仕事をすることがあってそのダメだろ、元ですよ。あ、はい、であのゴミやゴミ回収の仕事。ああ、なるほど。そうそうそう。であの今復活あのなんだ普通の社会人としてやってる人が、はい、やっぱないんだよ指が、はい、それであのその人があのドアを閉めようとしたらバーッて痛いとか言うから大丈夫ですかっつったら指がない方を挟まっちゃって大丈夫じゃないですかっつったんだけど痛覚は残ってるみたいなんですよ。その切ったところが。どういうことですか。だから例えばそういうことを切るとするじゃないですか、うん、こう切った ここの分がってことですか。残ってるって。どういうこと。いや本当本当言ってたんだから、そのヤクザが言ってたんだから。ヤクザが、うん、言ってたんだ。だってないじゃないですか。ないんだけどまだ残ってる、その指がここにあると思うんだよね、脳が。ああ、なるほど。そう、これね、あのウォーキングデッドかなんかのシーンであったんですよね、うん、おじいちゃんが農場で、はい、足をゾンビに噛まれちゃって斧で叩き落とした後、うん、こう松葉杖ついた状態の時に、はいはい、ほら見てくれみたいな、うん、今足の親指を動かしてる、うんうん、ないけどねみたいなブラックジョークで周りが興ざめしてましたし気まずい空間だったし、まあまあまあっていう、なんか斧で叩き落としてますから、やっぱ笑えないですよね、誰も。そうだね、そういうことですよね。そういうこと、そういうことですね、うん、じゃあ次いきます。クチチパッチさん、はい、3歳くらいの時ソファーで跳ねてたらそのまま落ちて、すぐそばにあったローテーブルに前歯ぶつけました、まあ、自分は痛かった記憶しかないけど、ぶつけた歯が神経も死んじゃってたらしく、すぐ真っ黒になったって。あ、そう、なんかそういるよね、たまにね、あれもうぶつけてんだここ前歯全員。あ、確かに怪我してんでしょうね、なんかね、真っ黒になっちゃうのね、神経が死んじゃうとですね。あ、終わりかな、はい、すげえ、そういうことでございます。いや、出揃いましたね。いや、すごいね。こん60ぐらいやってたんですか。はい、ちょ60ぐらい。ただ面白い、応募件数もすごかったですから今回。これすごいね、新しいわ。モッサたくさんいましたからね。うわ、どうでしょうかね、誰が1位でしょうか。いや、これもう、これはもう俺も選んでいいんですか、これ。僕の中でとガンジさんの中でいきますか。うん、ちょっとおさらいしますか。あ、でもあれがやっぱ印象的かな、まあ、強かったたのは。そうですね、満場一致かもしんないね。やっぱそうですよね、確かに、うん、もうそれだよね。いや、もう圧倒的ではありますよね。診断書出されたらそれはもう、いや、もうそれはもう心霊写真出すみたいなノリですから、これは。確かに。ただこれはズルではないのかっていう。あ、確かに審議が。どうなんですかね。いや、これはどうですかね。確かにね、これズルっていうか、まあちょっと汚いっていう意見があるかもわかんないですよ。診断書ってこんな書けるんやみたいな、あれ、ね、ここに新しい情報もあって、こんな過剰書きで書かれるんだというか、ね、うん、初めて知った骨折もあるしね。確かに、やっぱ開放骨折、開放骨折はちょっとね、やっぱ開放骨折もあったということで決まりました、1位の方。この度痛い1グランプリ第1位は太鼓鉢です。いやいや帰るやんそのままいや、やっぱりちょっとそうですね、やっぱまあ1位は、まあ、皆さんもそうじゃないですかね、だと思います。第1位は XJAP さん俺の勝ちだということで、ゴリ押し診断書なのに意外と完治までが早い、はい、8週間の大怪我です。おめでとうございます。これはね、うん、うん、俺もそれですよ、やっぱりよね、うん、蚊もね、いろいろやっぱ痛そうなのありました。ありましたよ。良かったですね、やっぱ酔っ払って正座で階段落ち、正座で、うん、階段落ちどういう状況なんだって思ってとかもやっぱ正座してる状況が分かんないしね。あ、いいのたくさんね、あったんですけど、うん、やっぱちょっとこれ出されるときついとこありますよ、正直ね。強いね、やっぱ写真は。やっぱ証拠があるってのはね、これちょっとずるいですね。あと、やっぱ診断書たとえ怪我で負ったとしてもこんだけのことを書けるっていうのがすごいですね、やっぱ。そうだね、はい、これは新しい、初めて見ましたね、うん、骨折でも、まあ、ヒョードルと戦った、ヒョードル、はい、ということでございます、うん、はい、ということで、採用されました、XJAP さんにはですね、こちらよく大怪我されましたということで、これで少しでもその時の怪我が言えればということで、こちらを家まで送らせて、また後日ね、あのアカウントの方連絡させていただきます。めちゃくちゃすげえわ、はい、おめでとうございますということでございました。おめでとうございます。これはすごいわっていう感じでございます。なるほど、はい、どうでしたか。いや、これは面白かったわ。面白かった、めちゃくちゃ面白い。新しいし、痛い1グランプリだっけ。痛い1グランプリです誰が一番痛いわ俺もだから今後ね、なんかそういうこともあるかも、もっと怪我していこうかなと思ったね。どっかでね。今後そのエントリーするためにね。そうそうそう、エントリーするためにね。
知らない程度に、ね、もうジャップさん超えないと勝てないもんね。やっぱ確かにこれ超える怪我となるとまたね、これ以上の何か怪我をしてないといけないって、うん、そうなんだよ。これみんなだからこれに惑わされてダメだよ。でもこれ一歩間違ったら死んじゃうもんね、これね。わざわざ、うん、この怪我をしに行く、しに行くっていう。それだったらもうその足でカード取り来てくれ。それだったらそうだ、ね、こんな大怪我するぐらいだったら普通に来てくれたら嬉しいですね。ただやっぱ意外と約8週間ってのもちょっと面白いですね。意外と軽いんだって。いやね、早いね、人間のね。で、あとなんかおまけ程度の全身打撲ね。全身打撲ね、はい、これはあった上での全身打撲ですから、これ外してもよかった、ね、全身打撲は。全身打撲なくてもいいぐらいですね。なくてもいいよ、これは。なぜか全身打撲、それ分かってるよっていうか、もう全身打撲最後か最初に持ってきてあげたらよかった。なんかあるんですかね、順番。真ん中っていうのがおかしいね、確かにね。なんかあるんですかね、うん、長い順で乗せてるわけでもないですしね。ねえ、右頬、右頬、ね、これがね、すごかったね。休館没骨折。弓って何？休館没してんだからさ。弓って何やねん。いや、これすごいな。弓みたいになったってことですよね、要は。多分、うん、大変でしたね。弓でやられたような感じになってるっていうかね。あ、そういうことなんですか、うん、そういうことだった。あー、バーンってこう、バーンってって。うん。あー、なるほどね。だから陥没してるっていう。拳銃で撃たれたんですか、これ。かもしれない。ありえます。そんな感じの怪我ですよね。ちょっと前に信じられないことがありまして、まあ歩いてたんですよ、街中を。したら、すいませんって声かけられまして、で、あ、視聴者さんかなみたいな。僕あんま声かけられることないんですよね。で、視聴者さんかなと思ってコミュ障出て、あーいみたいな言っちゃったら、僕喉押さえマンさんですよね、えと思って。だから僕ボケやと思ったんですよ。だからそういうボケをしてきてるんやと思って、こうやってして消し飛びって言ったんですよ。全然似てないですよ。消し飛びって言ったら、そしたら、ありがとうございますってバー言ったんですけど、ごめんなさい、あれ僕ですね。すいません。喉押さえマンじゃないです。で、喉押さえマン、そんな似てたかなと思ったら似てないんですよね。で、多分ですけど、僕に似てる、なんか、この辺を染めてる方で、なんか水色っぽいってモノマネされてる方いません？あの方に僕よく間違えられることあったんですよ。ちょっと名前忘れちゃったら、モノマネされてる方ですよねとか、あの人にすごい似てますよねみたいな。それはあったんですけど、喉押さえマンさんですよねはなかったんですよね。ちょっと今回初だったんで、ちょっとびっくりしてね、消し飛びとか言っちゃいましたけど、あれちょっと違いますね。その後まあ、喜んでたしええかと思ったけど、良くないなと思って。先言っとこうと思ってね。もしかしたら言ってるかもしれないですね。先ほどありがとうございましたみたいな。何の話と思うかもしれないですけど、あれ僕です。すいません、はい、全国の匿名さんこんばんは、深夜の放送部ごたっくです、よろしくお願いします。ですね、前回コラボありがとうございました、七不思議さん非常に好評でして、月1ぐらいでしてほしいってことだったんで、3日に1回をコラボしていこうかなと思います。で、投稿頻度上げてほしいっていう声がね、非常にありがたいことに多かったので頑張ろうと思ったんですけど、頑張れませんでした。ちょっと頻度上げていきたいんですけど、ネタがないというか、募集して基本的にやってるんですけど、その募集する内容にちょっと苦戦してるんで、皆さん よければですけど、コメント欄でこれ募集してくださいみたいなのあったらよろしくお願いします。で、今日やるのはですね、痛い版グランプリ。よいしょ。はい。久しぶりでございます。痛い版グランプリとはですね、僕のメインチャンネルの方で、皆さんがこれまでの人生で経験した痛みの中で一番強かったものをですね、募集しまして回答いただいて、一番を決めようという企画ですね。で、一番になった方には基本的に何か送ってたんですけど、今回ちょっとそれを書き忘れまして、今回ちょっとありません。これグランプリ系やるときは1位の方にはですね、豪華商品をプレゼントします。じゃあちょっと今回はどうしようかな。まあ、スマイルを、その方にプレゼントしようと思います。じゃあ早速ですね、今回過去最大の応募数ありがとうございました。で、ちょっと気づいたことがあって、これ豆知識かわかんないですけど、800件ぐらいリプいただいたんですけど、800件表示されないんですよ。リプって表示制限があるみたいで、ちょっと今後はですね、ちょっと応募件数が増えてきたっていうこともあって、募集の内容の、タグを決めてね、ハッシュタグで皆さんからちょっと回答いただこうかなと思います。タグだったら検索のところで見れるので、リプラは表示宣言があったんで、ちょっとごめんなさいね、応募来てるんですけど、見れてない方が何人かいます。すいません。やらかした。もったいないなと思ってね、もっといい痛みがあったはずなんですけど、もったいない。なんか違うアカウントからこうわざわざ見て、ね、違うの表示されてねえかなとかやったんですけど、全部一緒でした。無駄な時間でした。すいません。早速ですね、皆さんが体験した激痛話をしていこうと思います。まあかなりですね、男女問わずヒュンとするような内容多いので閲覧注意です。苦手な方はブラウザバッ
早速です。ツイッターネーム、すごい水蔵ちゃん、ありがとうございます。すごい水蔵ちゃん。水蔵がすごいんです。唐揚げを油に入れた瞬間跳ねて、180度の油が眼球に直撃、角膜を火傷しました。1週間ほどは目を開けても閉じても光を見ても激痛が走り、ずっと片目から涙を流している状態でした。なんだこれ。すいません。難しいな、この感じ。足に、課題の蚊で、何ですかこれ。なんとかの骨が縦に折れるなど、たくさんの怪我がつきまとう人生でしたが、上記の怪我が一番痛くて疲れました。この足に課題の蚊って何て呼ぶんだろう、ちょっと分かる方はコメントお願いします。ちょっとすいません、関係がちょっと82級なもんでして。うわこれね、なんか僕やけどってあるじゃないですか。やけどってレベルあるじゃないですかね。何度のやけどってあれ一定を超えた途端急に痛みレベルが変わると思ってるんですよ。なんか100度超えて、200度超えて、300度、1000度とか、もう温度によって人が感じる痛みって全然変わってくるなって、これ結構当たり前の話をしてるんですけど、特にやけどはね、それが顕著に現れてるなって僕すごい思うんですよ。だから180度の油、しかも一番デリケートな眼球に当たってるんで、もう想像しただけで痛いですね。だから唐揚げを作るつもりがもう自分の目ん玉を唐揚げにしちゃってって感じですよね。まあそのね、中までじゃなかったらおそらく治るというかね、視力がちょっと落ちることはあるんですけど、だから油やるとき気をつけてくださいね。結構フライパンだけでやるみたいなのあるんですけど、ちゃんとね、フライヤー使った方がいいですね。この、なんていうんですかね、鍋の入り口がこのドーム型になっちゃってるやつ。きしょ。ご愁傷様でした。次行きましょう。ツイッターネーム、佐藤えりさん、ありがとうございます。横断歩道を渡っていたら、右からげんちゃり突っ込んできて、ふくらはぎえぐられたとき、どんなげんちゃり？ブーンってこう足だけみたいな、痛いですね。やっぱりね、こう遠心力かかってるとこあるじゃないですか、手とか足とか、ああいうのってやっぱそこだけに当たると痛いですよね。だから小指にタンスをぶつけるじゃないって逆です。タンスに小指をぶつけるとかって痛いじゃないですか。だからそれと似たようなものありますよね。ああいうその事故の中ではまあ地味じゃないですか。地味とかないですかね、ゲンチャリで突っ込んできてるんで。ですけどやっぱ痛いよね。僕もね、実は左足、ものすごい怪我の古傷がずっとありまして、雨の日とかまだ痛むんですけど、これもね、バイク事故だったんですよ。ほんと、とてって転倒しただけなんですよ。とてって。なのに足、下敷きになっちゃって、引きずられて、左膝大根下ろして、もう痛かった。もうこれ、最初は立てたんですよ。で、走れたんですよ。痛い痛いっつって走ったんですよ、バーって。3周ぐらい。で、その時ジーパン履いてたんですけど、そのジーパンが破れてて、その中身をこんちゃってやったら、もう、隠れももじり。半端なかったんですから、もう血がとんでもない量出てて、もう道路にまで血がダーって流れるぐらい、そのまま救急車で運ばれまして、これ足の感覚全くないぞって、これはまずい事故を起こしたかもしれないと思ってたら、まあね、医者の方が全然大丈夫ですよって、擦り傷の一番ひどいみたいな。でもあと1ミリ2ミリ肉が削れてたら剥離骨折、複雑骨折っていうんですかね、骨が見えてるやつ、剥離骨折っていうんですかね、あれになってたって言われて、肉がないから縫えないから、場所も場所なんでってことでね、治るまでに3ヶ月近くかかりましたね。これ大変でしたね。痛かったですね。これよくよく考えたら、僕メインチャンネルで今まで痛かった経験、親知らずダントツっすねとか言ってたけど、全然こっちの方が痛かったわ。DS の充電器が足の裏に刺さったのが2位とか言ってたんですけど、どう考えても左足ぐちゃぐちゃ事件の方が痛かったですね。はい。本当防げる事故もあるんでね、気をつけましょうということです。次行きましょう。ツイッターネーム、ルナさん、ありがとうございます。幼稚園生の時、近所のお兄ちゃん数人で空き地で遊んでいた、ある一人が、こんなのあった、これでスイカ割りごっこしようと鉄パイプを振り上げた、後ろに私がいて、私の頭が割れました。10針ほど縫えました。もうね、頭から吹き出すし、血で前は見えなかったのを覚えています。もちろん痛かった。これは衝撃。これ危ないよね。ぶっちゃけもうちょいなんか当たりどこ悪かったら死んでる可能性とか全然ありますよね。おい、見つけたっつって、何そのドリフみたいな。見つけたっつって後ろにいたみたいな。いや、ちっちゃい子ってなんか棒とか持つとね、こう、わーってやっちゃって当たっちゃう。次です。ツイッターネーム、はるさん、ありがとうございます。授業でバスケットボールをした時にボールを受け取った瞬間、中指がピーッとなって、しばらく痛かったです。腫れたので病院に行ったら骨にひびが入っていました。ボール受け取っただけで。いや、月指ね。あれ、月指って多分正式名称ありますよね。捻挫になるんですかね、指の。あれ痛いっすよね、マジで。マジでさ、バスケットボールとかをさ、上投げで投げてくるバカいるじゃないですか。ちょっと生きったやつが。こうパスするときに、こうパスすればいい。もうこう、パスとかじゃない。もうなんかふざけてて、思いっきり投げるみたいな。
あれで突き指したりしたら本当にあれはもう刑事事件ですよ。本当になんかバスケットボール上投げで思い出したんですけど、なんかジャルジャルの福徳さんがナインティナインの岡村隆史さんになんか生放送かなんかの番組でバスケットボールをバンバンぶつけるみたいなボケをしてめっちゃ炎上したことありましたよね。なんか後になんかあのご本人が擁護してましたけど、であれ見てて確かにちょっと心臓ドキドキとしましたね。過激でしたね。次行きましょう。ツイッターネームメイちゃん、ありがとうございます。なんでメイちゃんって言ったんやろなんでいつも誰々さんとかなのにメイちゃんっていう、にちゃんはあの入ってないですね。幼稚園の時トマトを切っていたら指も切りました。トマトと血の見分けが全然つかなかったです。その時お父さんが水で濡らせば治る治ると言われて、その時からお父さんが嫌いですあ、今も？もうこれきっかけで今も嫌いってことなんかな、その時からってことは。いやーこれね、あの指切った時に意外と水で流しちゃったりする方いるんですけど、これめっちゃダメです。傷口がパカーって広がるんですよね、ふやけちゃって。だから料理中切ったらすぐに、まあ、手を拭いてアルコールを振るっていうのがいいと思います。まああまりにも汚いところに指突っ込んじゃってそこ切れちゃったとかなったら破傷風とかねいう危険性があるんで、水で流した方がいいっていうのはあるんですけど、僕ももうこれなんで知ったかっていうと、頭ぶち切ったことがあって、あの教室の一番後ろの、まあ、何回も言ってるんですけどドアがあるとこあるじゃないですか、あ椅子でピョーンって飛んだらその上に頭バンぶつけて落ちたみたいな。しかもその友達蹴ろうとしてなんかなったんですよね。その仲良かったバトルごっこしてた友達を蹴ろうとして、でそれであのまあ二重で怒られましたよね。怪我もしてるし、蹴ろうとしてるしみたいな、めちゃくちゃ自業自得で、その1ヶ月後にそいつ全く同じ怪我の仕方しましたから、どっちもアホやったんやなと思いますね。であの結局その時ねめちゃくちゃ血出たんですけど、もうトイレに駆け込んでトイレットペーパーでブワッてこう止血しても止まんないんですよ。でこの辺まで血がガーッ出てきたんで、僕あのトイレの洗面台あるじゃないですか、あそこで髪をこうワーッて洗ったんですよ。でとりあえず血流せっつって、そしたらまた血いっぱい出てきて、保健室の先生にあた何してんのっつってこの辺叩かれました。いや頭怪我しとんねんっつって、ここ怪我しててここあた何しとんねんっつって、あれはまあ僕が全部悪かったですね。続きます。ツイッターネームチーム札幌リーダーサラブレッドさん、ありがとうございます。サラブレッドさん、競走馬に蹴られて肋骨3本いったことですかね。おお、これ貴重な体験ですね。チーム札幌ということは、なんかこの競走馬馬系の方ですか。馬系ってない。いやーこれ馬に蹴られたらとんでもないって言うじゃないですか。バカボンのねお父さんも馬に蹴られてめちゃくちゃアホになったとか言いますけど、うわー肋骨3本、あの勢いでよく映像とかジャッカスとかで昔見てましたけど、すごい衝撃ですよね。やっぱ馬ぐらいやっぱ筋力あるとこうなるんですね。牛の角とさ馬の後ろ蹴りってどっちが強いんかな牛のこのもーと馬のヒーヒーの後ろ蹴り、これホコタテっすよね。いやどっちも矛やかなって話ですね。次です。ツイッターネームテンソさん、ありがとうございます。ブランコに立ち漕ぎで乗っていたらバランスを崩して落下からの顔面強打、顔を上げるなっていう友人の声を無視して上体を起こそうとしたら後頭部に戻ってきたブランコが直撃して再び顔面強打しました。入ったっすこれ。いやブランコあるあるですね。ブランコで怪我した時にそのブランコから落ちたら次この振り子になったブランコが襲ってくるんですよね。あれ、ほんととっさに顔上げちゃダメですよね。僕も小学生の時多分当たった記憶ありますね。一回からやんちゃな方は経験してるんじゃないかなと思います。これなんか顔上げるなでふと思い出したんですけど、だいぶもう相当前ですよ。友達3人ぐらいとマックでドライブスルーして、あの近くにね、大きい公園があるんですよ。そこでめちゃくちゃ天気もいいし食べるかってなって、まあ、一番ちょっと高台になってるところにベンチがあったんですけど、そこで3人でこうマック開けて食ってたんですよ。で、僕がこうあの、シャカチキあるじゃないですか。あれを持ってこう食べてこう話してたんですよ。で、僕が立ってたんですよね。そしたら目の前に座ってた友達が僕を指さして、おー、危ない危ない危ないって言ったんですよ。なんか僕どうしたのとね、蜂かなんかが来た時の反応やったんですよ。おお危ない危ない危ないみたいな。だから蜂かなと思っておおって見たら後ろからめちゃくちゃでっかい鳥が僕めがけてシューって急降下してきてたんですよ。多分このシャカチキを狙って来てたんですけど、僕にガッパって振り返ったら、まあ、それに気づいて鳥なんでああほんって急旋回してたんですけど、その友達にいやお前それ鳥が来た時のテンションじゃないよっつって、もっと危ない危ない危ないぐらいじゃないと、蜂かなんかちっこい虫来た時の感じで危ない危ないって言ってたんで、あれビビりましたね。あのタカなのかワシなのかトンビなのかわかんないですけど、まずサイズ的にはタカぐらいでかかったですね。あいるんすね普通に。しかも手に持ってて取ってくれて、普通にね普通にこれだけ持っていけばいいですけど、こうなったら終わりですからね。なるかはわかんないですけどね。あれで怪我した人いるのかな、ちょっと気になるんでね、もしいたらコメントで教えてください。次です。ツイッターネームキッチさん、ありがとうございます。体育の時間
膝を脱臼して、膝脱臼、病院に行ったら膝で内出血してるから血を抜くねと言われて注射器を刺されて膝の皿をグリグリ回されたこと、人生で一番痛かった、死ぬほど血抜かれた、あーこれ痛い、これ暫定1位、めちゃくちゃ痛い。いや、やっぱなんか水抜くとか血抜くとか痛いんですよね、これ。あの筋肉注射の 1.5 割増しぐらいで痛くないですか、これ。僕もなんかやったことあるんですけど、いやー、脱臼の中でも結構上位ですね。なんか肩の脱臼って聞きますけど、膝の脱臼ってあんま聞かないですよね。で、僕ね、脱臼は一回もしたことないですけど、どうなんですか、痛いんですか。僕脱臼したらチャンネルの名前脱臼 TV に変えようと思ってて、今の聞いてなかったことにしてもらっていいですか。次行きます。ツイッターネームゆうきさん、ありがとうございます。中学生の頃、元旦初詣でテンション上がって自転車の帰り道ガードレールへ突っ込んでお股を怪我したことです。ガードレールに股が沿った感じです。うわー、なるほど、ガーって、なるほど。幸いその後も問題なくお股は使えてます。もし自分が男だったら、女性かい、玉袋が張り裂けていたかもしれません。女でよかった。わー、これでも女性も痛いって聞きますよね、なんだかんだね。でもやっぱ本当印象に残ってる痛かった記憶はやっぱ玉系多いっすよ。やっぱね、玉の痛みってなんか一瞬にして地獄に落ちるというか、多分その日に宝くじ当たってても、あの玉をバーン叩かれたとするじゃないですか、多分そっちが勝ちますもんね。もう宝くじのことなんか吹っ飛んでいくぐらい痛い、それぐらい痛いっていうのはね、僕がちょっと声を大にして言っておきます次いきます。ツイッターネームマルモンさん、ありがとうございます。学生時代剣道部で放課後練習していた時に面を打とうとした勢いで息ができなくなって肺気腫になったこと。うわー、いやこれね、僕も剣道やってたんで分かるんですけど、結構いましたね、過呼吸になるとか。あれはね、痛いからね、あれ普通に。はい、あの上手い人とか身長差がある戦いになるとね、痛いんですよあれ。面とかなんか上から押しつぶされそうになるんですよあれなんか音ではパシーンじゃないですか、だからこうパーンって弾いてるのかなと思うんですけど、抜いてくる人いるんですよ。こうじゃなくてウォーンの人がいるんですよ。それがね、身長高かったらこの面のここじゃなくてこの後ろのここに当たるんですよね。で、あれもね、叩き方がね、こうこうじゃなくてこう釣り竿を投げるようにこう叩くんですよ、しっかりと。で、抜く、こう抜くっていうね。だからあれをね、あれを得得してる人が塞いだとしても全然痛いんで、あれ、なんか防具もうちょっとフルフェイスとかにした方が怪我なくなるんじゃないかなってちょっと思いますね。次いきます。ツイッターネーム、ベアトリーチさんです。5歳の時、おじいちゃんの自転車の後ろに乗って坂道を下っている時、後輪にかかとが巻き込まれベロンベロンに裂けました。痛いと叫んでも下り坂まで止まらず、アキレス腱も骨も擦り切れました。20針縫いました。おお、もうぬいぐるみやん、20針。これは痛いですね。あれ危ないですね、車輪に巻き込まれるの。なんかね、ほんと僕も一回だけ車輪に巻き込まれたことあるんですよ。なんか小学校の前の車止めのとこを通ろうとして、みたいな、あったんですけど、その時もね、確かに皮がベロンベロンになりましたね。痛かった、あれ。あれ、一週間ぐらい痛いんですよね。塗ってまではないですけど、痛かった記憶ありますね。次です。続いての村上さんのエクレアさん、ありがとうございます。体育のダンスの授業でスキップの練習をしていた時、後ろから前の方にスキップをしていたら、後ろにいた友達に声をかけられ、スキップしながら、なーにーと言って振り返ったら、前にあった壁に気づかず激突、全身打撲だらけ。何全身打撲だらけって。これ、いいですね。こうパワーワードですね。これちょっと使っていこうかな。全身打撲だらけ。足は捻挫。いろいろ痛すぎて情報量の多い怪我でした。いやー、こういう怪我って恥ずかしさもあるんでね。なんかそっちが勝ちますよね。恥ずかしさとなんか周りも笑ってるからあんま痛みにこう関心持たれてない悲しさとかいろいろあります。ご愁傷様です。次です。ツイッターネームサンプーメリッツさん、ありがとうございます。小学生の時ブランコとかいろんな椅子でバランスを取って遊ぶのが好きで、家の壊れかけの椅子でもやろうって調子乗ってたら椅子が壊れて太ももに釘が刺さった。あ、痛そう。すげえ、こんなフリー素材あるのこんなフリー素材、イラストや何でもあるな、これ。いや、釘刺さるとゾッとしますよね、ほんと。ありがとうございます。次です。ツイッターネーム、ゆゆこさん、ザス。これが足に突き刺さる。あー、これね、なんか見たことありますよ、これ。これ。これ、ひっつき棒ってやつですか？棒じゃねえやろ。これ何？ひっつき、なんかありますよね、これ。この、ポンって投げたら服にくっつくやつ。なんか、それとよりも、なんか、めちゃくちゃエイリアな、これ。これなんだ、これ。これ痛そうやな、これ。これさ、なんか、海外の動画で知りません？あの、足に刺さってる男性の棒でこのグーって抜こうとしてるやつ。で、グーッパンって抜けて、その、これがね、ポンって弾かれたら、隣の足にくっつくんですよ。あれおもろいです。痛そうなんですけどね。次です。
ツイッターネーム、アオットさん、ありがとうございます。遅刻に焦り、自転車で思いっきり走っていたらチェーンが切れて、自転車ごと空中に大ジャンプ。半袖半ズボンだったため、数メートルデコボコアスファルトに左半身を引きずられました。肘の肉が削れて凹んでましたね。うわ、痛そう。まあ、チャリも危ないっすからね。チャリでこれ僕ではないんですけど、大きい公園で高校1年生の頃ですよ。新しくできた友達8人ぐらいで、高校生の時公園にチャリで行ってたんですよ。で、その公園になんかジャンプ台ぐらいの山があって、それみんな自転車でポーン飛んでたんですよね。で、友達が飛んで、僕が飛んで、もう一人の友達がポーンって飛んだら、友達が先に飛んでたんですよ。いや、本当にもう、あの光景忘れられないですけど、チャリと乗ってた友達が、いつの間にか友達が飛んでたんですよ、こうやって。バーン倒れた上にチャリが落ちてきたんですよ。めっちゃ不幸やな、今思えば。で、それでね、結局鎖骨骨折しまして、でね、その時の、まあ、当時まだガラケーだった人も多くて、その時の動画がね、昔あったんすよ。今これ、地元の人誰か連絡すればもしかしたら持ってるかもしんないですけど、いや、あれはね、ちょっと保存してきたかったですね。もう衝撃映像よ、もう。3回転ぐらいしてるんだから、チャリが。チャリが3回転で、BMX 買ったらしいですよ。次行きましょう。ツイッターネーム、元持ち小小屋さん、ありがとうございます。友達の頃、間違えました。子供の頃、友達と二人で虫捕りをしていた時です。少し離れた木にかなり黒目、デカ目、ゴツ目のカブトムシを見つけて、二人でどっちが先に捕獲できるかを全力で駆け寄り、優勢なのは俺。後ろを振り返り、友達を煽り視線を戻した瞬間、ゴシャー振り向きと同時に、顔面強打&木の表面で切り傷が無数につきました。痛そう。何やってんのこれ。焦りすぎて距離感わからんくなってしまってるやん。いや、わかる。なんか、カブトムシ捕まえ行ってて、いいもの見つけ、友達とほぼ同時に発見することってあるじゃないですか。その時めっちゃ争奪戦になりますね。なんか、結局カブトムシ逃げちゃって、みたいな、ありましたね。次です。ツイッターネーム、りっちゃん、アットマーク、4月30日、アーティズム、ぐっさん、うりこさん、アーティズム。アーティズムって何ですかね。いろいろコスプレをやられてる方ですね。ありがとうございます。コンカフェ時代に酔っ払って提供用の小ネギを刻んでいたら、左中指の爪と指の部分を縦にしっかり半分カットしてしまい血の海になりました。お客様もドン引き、出血をしながら夜間救急で病院に行きました。今は生えてきて復活しています。人間の再生能力すごいですね。すげえ。これ分かりやすいですね、これ。あ、本当だ、跡がちゃんと残ってる。これ見てください、ほら。痛そう。これ切り落としたんですよね。最近最強でおなじみね、シルクロードさんも指を切り落としたみたいなのありましたけど、あれ気をつけましょうね、刃物はね。次いきます。ツイッターネーム、バッテン巨瀬川さん、ありがとうございます。とある昼下がり、ちょっとこれ皆さんね、覚悟してください。とある休日の昼下がり、暇を持て余していた俺はセルフもうバカでしょこれ。暇を持て余していた俺はセルフシッインをすることに、自分の顔を一週間腫れが引きませんでした。これいろんな病院行った方がいいと思いますよ、君は。頭と、体もそうですよね。だって、ね、菊の門からウツボ出てくるわけないじゃないですか。普通の人出てこないですよ。出てきたってことは、それ行った方がいいです。だから、いろんな病院入ってる総合病院、あれちょっと紹介しますんで、住んでるとこ教えてください。いいとこ探しておきます。はい。次います。ツイッターね、マルコさん、ありがとうございます。ゴム飛びという遊びで、懐かしい。目を閉じて助走つけてゴムめがけた足に、そのままブロック塀に激突。頭蓋骨3箇所にひびが入り、固定具をつけられてしばらく流動食のみ過ごしました。激痛でした。固定具を外すとき、口を開ける練習で、何これ、逆板力みたいなので、ギリギリ開けさせられたのも激痛でした。めっちゃ痛そう。これちょっとダントツやわ。痛そう。頭蓋骨、相当な勢いですよ。バッファローマンでもいかんよ、その勢い。かわいそうに、お疲れ様でした。治ってよかったです。次です。ツイッターネーム、ほっぺ、かっこメルタンさん、ありがとうございます。母親が割れたガラスのコップを袋に入れて床に置いてて、そこがちょうど段差になっているところの下で知らずに、歩いていた私が思いっきり垂直に足を踏み出して、ガラスが足の裏に刺さりました。その後病院に連れて行かれる時に兄に肩を預けていたんですけど、歩いてる時に兄の肩が外れ、また足をふんばり深く行きました。お兄ちゃん、お兄ちゃん頑張れよこれ。これね、いや、悪くはないですけどね。なんか二重トラップというか、まさかの展開ですけどね。痛いよね、ガラスが刺さるの。なんか刺さる系で行くと、なんか昔探索にハマってて、山とかにみんなでこう遊び行ったりしてたんですよ。その時竹があって、竹がちょっと割れかけてたんで、ブワーってやったら、なんか竹の中にね、白い透明の棘がいっぱいあって、それが手にブワー刺さったんですよ。もう泣きながらできましたね、あれ。痛かったわ、あれ。あれ何やったんやろ、あれ。竹ってなんかあるんですかね、そういうのね。次です。ペンネーム 24% さん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。僕が小学5年生の時、給食の時間です。僕は野球部でした。
いろいろ情報が多いですね。給食の時配膳が済んだ後になんとなくシャドーピッチングをしました。はいはい。距離感を間違えた僕は机の上の食器にバーンと手を叩きつけてしまいました。シーンとなる周囲、斜め前に行った先生は手を机に叩きつけたのかと小声で言い、奇妙なものを見る目でこちらを見てきました。じんじんと右手が痛かったのですが、痛みよりも先生のあの目がとても嫌で、あの目線の痛さは半端ないです。あ、そっちそっちですね。確かやっぱ痛みと恥ずかしさって一定を超えたらなんか恥ずかしさの方が勝ちますよね。いや、なんか前も言ったんですけど、あの僕の家の電気終わったあの弟の同級生とか、やっぱあの不意な怪我って仕方ないですからね。次行きましょう。次です。ツイッターネーム、キムウソク、顎は鼻の JK さん、ありがとうございます。滑って転んで、顎の皮膚から歯が貫通したこと、www、いや、笑えんて。年長の頃だったけど、強がって泣かないようにしてた。全身麻酔じゃなくて、部分麻酔みたいな感じで、しかも顔の手術だから、刃物とか全部丸見えで、くっそ怖かった。うわぁ。これ、絵心な、ないのかあるのかわからんな、これ。ありがとうございます。痛そう。で、意外とね、歯って貫通するんですよね、これ。この、ここの下の歯とかね、尖ってたら貫通、剣歯っていうんですかね、貫通するんですよ、これ。これどっかで言いましたよね、あの、僕の小学生の友達 F 君が、何でどうなったかちょっと忘れちゃったんですけど、こけて、ここに木の枝が刺さったんですよね。痛いっつって、あの、地面に這いつくばって動かないから、どうしたっつって見に行ったら、ここから木の枝がガーって出てて、あ、めっちゃ衝撃でしたね。その F 君言いましたかね、これなんか連絡来たっていう話。なんかちょっと前ですけどね、1年前ぐらいからに、あの連絡来まして、沢村くんですよねみたいな、覚えてますかみたいな。覚えてますって言ったら、いや、僕は忘れもしないです。沢村くんは僕のことを助けてくれたヒーローなんです。つって、その経緯がバーって書いてあって、これ、こんな感じのことしたかなと思って。だから F 君って結構学校でなんかいじめられてた感じはしたんですよね。でも僕、F 君と仲良かった思い出があるんですよ。で、助けたって何やろうなってこう必死で思い出したら、F 君が女の子の小学生と喧嘩したのを僕覚えてて。で、あの、ボッコボコにされたんですよね。どっかで言ったと思うんですけど、F 君すごいボッコボコにされて、その後僕がその、めちゃくちゃ悪かった不良の女の子に謝らせたみたいな感じのことがあったんですけど。どっちもどっちですね。F 君は女の子に負けとるし、それに対して男二人がかりで謝らせるってな。今はもうどっちもどっちですね。懐かしい。あの、まだ見てたらよかったらね、ご飯行きましょう。次です。ツイッターネーム、オカーネルサンダースさん、いいですね。保育園の時、プールで滑ってプールサイドで顎を打った時に肉が見えていて、病院に行くと一針一針麻酔なしで痛みを感じながら顎を縫われていた時です。痛そう。そう、なんか、小学生の時って麻酔あれ使えないんですかね、あれ。僕はあの、中耳炎だった時、鼓膜破られたんですけど、麻酔なしだったんですよ。めっちゃ痛かったわ、マジで。鉄のなんか細いもんで、じゃあ行くよー、聞こえなくなるよー、パーン、めちゃくちゃ痛いんだから、なんか、ダメなんですかね、なんか麻酔の年齢制限とか、もしかしたら、あるのかもしれないですね。次、ツイッターネーム、太一さん、ありがとうございます。ヘルニアになりながらラグビーのプレー中、腰に限界が来て体が動かなくなった時、相手の肩が顔面にクリーンヒットして GG、結果顔にチタンプレート3枚入れるほどの手術をしました。うわ、やっぱすっごいですね、ラグビー選手のタックルって。あれ一番強いんじゃないですか、あれ。ラグビー選手って格闘技者めちゃくちゃ強そうじゃないですか、総合格闘技。ラーノワーファイトってブワー走って、バーンタックルしちゃって、吹っ飛ぶでしょ、これ。これ、こんなことなるんですね。危ないですね。しかもそのラグビー選手対ラグビー選手でそうなるので、ちょっと恐ろしいですね。次行きましょう。ツイッターネーム、バッテン巨瀬川さん。これなんで俺2個も選んどんの、これ。まあ、YouTube か。チンカワの中に、チンカワの中に爆竹を入れる遊びをした晩。これどんな遊びしとんねん、これ、お前。やっぱほんと病院行った方がいいって。股間に激痛が走った、当たり前やろ。悶絶しながらも股間に目を向けると、あそこが2つに分裂していた。分裂したあれは、集中トレインのリズムに合わせて交互に書いて、曲の最後に、高見盛りと書くとさらに分裂。今5本です。次行きましょう。ツイッターでも、あ、私です。ありがとうございます。つい最近のことですが、使い終わった包丁を洗っていたら、洗剤で手を滑らせて手を切ったこと、あ、傷いた。そうですね。こういう切り傷が一番痛いですよ、地味な。ちょっと切るのがね、一番しみるから。次です。ツイッターレイブ、b@mb00 ガチイベさん、ありがとうございます。元カノが必須って彫刻刀で切りかかってきた。手で防御したら、右手の中指にぶっ刺さって1週間ぐらい指動かせなかった。痛っそ、これ、ね、僕と同じですね。僕と同じとこ怪我してる。これ僕もこんな感じでなってます。これありがとう。丸太ない、これちょっと。丸が太い、これ。クイズ番組の丸の太さしてます。いや、ありがとうございます。いや、こっちかな。こっちか、こっちやって、ごめん。こっち。同じような傷の感じですね、この。
次です。ペンネーム 24% ありがとうございます。2回目です。痛かったこと、山仕事をしていたんですが、珍しいですねこれね。外仕事ならなんか聞いたことありますけど、山仕事、左腕に激痛が走り、うわっとなると背中にも痛みが走りました。スズメバチに腕、背中、脇腹を4箇所一気に刺されました。その日は氷を買い冷やしながら帰り、家では保冷剤を当てないと痛みに耐えられませんでした。ミツバチの痛みとか楽やで、これ大丈夫やったのこれ。だからアナフィラキシーショックですよね、毒で。あれで結構やばかったんじゃないですか、多分4箇所一気って。なんかスズメバチって2回刺されるとまずいみたいに言うじゃないですか、2回目は死ぬみたいに言うじゃないですか。これ大丈夫だったよね。でもう一個送ってきてて、これちょっと面白かったんで紹介します。親が北斗の拳が好きで、僕と全く一緒なんですよ。北斗の拳のビデオを見ていたので僕も見ていました。レイという切り裂く選手がいるんですが、マヨネをしようとして親に攻撃したら手首を脱臼しました。俺はその時誘ったレイにはならないと。いやー、やりがちですね。僕も北斗神拳つって飛行をつくんですよね、壺を。で爆発させるんですよ。でその飛行ってこうつくじゃないですか。それであったあったとかやってたら普通に突き指何回もしましたね。これ当時大ブームした時、指をね骨折する子結構多かったらしいですよ。でちなみになんですけど、レイは切り裂くというか、なんと水長剣の使いですね。南斗星拳っていうのが手首を刃物のような形になるんですよね。で特にレイはですね、水長水のトリートをやっていて、ユダを倒した時の技が飛鳥白鳥って言うんですけど、時はですね、やはり通常南斗星拳とは違って南斗水長剣だってことを象徴した場面だとも言われてますね。次行きましょう。ツイッターネーム、たかひろさん、ありがとうございます。エグザイルや。ザイルですよ。イギリスのリーグで、すごいな。これ何？イギリスのリーグ行ってんのこれ。イギリスのリーグでサッカーをしていた時、すごいな。右サイドバックからクロスを上げようと思ったら、相手のディフェンダーがボールを蹴るふりして、僕の足めがけてダイレクトキック、粉砕されました。痛そう！これちょっと写真痛そうだからやめとこう。痛そうこれ。めちゃくちゃ腫れてますね。痛そう。ありがとうございます。次です。ツイッターネーム、N さん、ありがとうございます。高さ1メートルぐらいある速攻の鉄板の上に乗った時、鉄板が抜け落ちて壁で脇腹をずるむいたこと。あ、痛そう！これ。これを、これにポンとジャンプしたらここが抜けたんですって。やばいな。シリが起動してるし。多分それね、多分それここの、自治体っていうんですかね、管理してるとこ、県か市でもいいんですけど、そこで言ったら多分賠償金もらえますよ。はい。ここは設置した人っていうんですかね。僕の友達が言ったと思うんですけど、バイクに乗って、夜道走ってた時に、そいつの前方不注意でもあるんですけど、フェンスが本来ないといけない場所になくて、そのままそこをバイクで吹っ飛んでったんですよ。高さが3メーターぐらいあって、そのまま落ちて大怪我してみたいなことがあったんですけど、その時賠償金降りたっつってましたね。だから、本当はフェンスがないといけなかった場所らしいんですよ。で、これも多分、本当はこれ落ちたりしちゃダメですよね。わかんない。だから誰かずらしたりしてたらどうなのかなって感じですけど。これはでも関係ないですかね、なんか。だから市が建てた大事なフェンスが、てか倒れてきて怪我したとかだったら多分大丈夫と思うんですけど、これちょっとわかんないですよ。ごめんなさい。適当なこと言ったかもしれない。次行きましょう。ツイッターネーム、シュガーリーさん、ありがとうございます。右鎖骨の骨折が一番痛かったです。そう。これさっきも鎖骨の話したじゃないですか。なんか鎖骨の骨折ってとんでもなく痛いみたいですね。まあ、骨折に痛くないものとかないと思うんですけど、めちゃくちゃ痛いみたいですね。次です。ツイッターネーム、トロピカルレインボーさん、ありがとうございます。レインボーがいいですね。ボーとちっちゃいよ、いいですね。脱臼して肘をはめられた時、抜けた瞬間、抜けてる時は痛くなかったのに、これ。なんか、脱臼あるらしいんですけど、抜けた時よりもはめる時の方が痛いみたいですね、これね。次は、ツイッターネーム、スター AT 俊介さん。やけどです。ただのやけどなんですけど、これまた痛くて。袋ラーメンを作っていたら、汁がたくさんになってしまい、慎重に机まで運んでいたら、案の定コンセントに足が引っかかって、熱々の汁と熱々の麺が右足の指を覆って3箇所ぐらい水ぶくれができました。その日、半身風呂で半日風呂で足を冷やしながら泣きました。痛いよ。やっぱさっき見たやつ、やけどっすよ。やっぱ同じ温度でもなんかラーメンってなるとまた痛いっすよね、あれ。僕一回雑炊がね、なんかスプーンこうバタッと落としたって、なんか生足にペトッと行ったことがあるんですよ。あれめちゃくちゃ痛かったっすわ。もうずっとあっちいの。あっちいっつってこう払った手もあっちいの。あれもう嫌だ、あれ。次はツイッターネーム、マルさん、あります。保育園の頃、保育園に向かう途中に、木の板でできた小さな坂があったんですけど、何を持ってるのかジャンプした途端、橋の床が抜けて片足がはまりかけ、木の板の側面のギザギザのところで思いっきり足をガリガリして血だらけになりました。夏で半袖半ズボンでした。痛そう。もう、ギザギザしたところで足をガリガリ。ギザギザガリガリ。痛そう。次です。ツイッターネーム、コートさんかな？額をスロープの壁にぶつけて切って流血しました。公園の砂地の、境目のコンクリート、ああ、はい、砂場のね、囲ってるとこね。転んで後頭部を打ちつけました。こっちは血が滲んだだけで済んだ。頭蓋骨割れたかと思いました。うわ実際にはちょっとひび入ってました。うわ俺ちっちゃい頃って周り鬼とかしませんでした。建物の周りを回って鬼ごっこするみたいな。僕もあれで鬼が反対方向に行ったのでまんまと引っかかって、おーんってなって、後頭部打ちつけたことありますね。マジで1分ぐらい意識飛びましたね。バーンって打った後、
なんか本当にね、人って頭ものすごい衝撃が来ると星が見えるんですよ。チカ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 って、このチカチカってなって友達が大丈夫大丈夫って聞こえるんですけど、ああ大丈夫大丈夫ってなって、あれ完全に脳震盪だったかもしれないですね。まあ全然平気でしたねその時ね。え、次ツイッターネームレオさん、ありがとうございます。小6の卒業間近の時、どこのメーカーかもわからない自転車で坂道を駆け下りていたら突っ転んで右手首の骨を折りました。なんとか卒業式までにはギプス取れたが、これ以降自転車選びを慎重にやるようになりました。自転車関係ないやろ自転車だからこけたとかじゃないでしょこれ。いや確かにね、いい自転車確かに安定感あるとか言いますしね。確かにパンクしやすいしにくいとかありますね。タイヤとか結構大事かなと思います。はい、というわけで早っ。いやこれはちょっとあれですよ、選べるだけ選んだんですよ本当に。800件あった中で選べるだけ選んだんですけど、表示できたのがこれだけだったって今衝撃ですわ。まあ、冒頭の伏線回収でもあるんですけど、ごめんなさいね、すごい早い、早かった。じゃあちょっと時間余ったんで、あのバルバルメールのツイートいいねしたんでちょっと見ますか。一人で来たんやけどいじられてるっつって、カラオケバンバンに来てるんですけど、あの一人で来たらしいんですけど、見てくださいこれ、11名様になってるこれはちょっとおもろいですね、値段が10倍。おもろいな、この経験いいな、面白いな。はい、というわけで皆さんたくさんの応募ありがとうございました、まあ、今回ですねやっぱりちょっと悩んだんですけど、まあ、見れてないのがあるんでちょっと悔しいんですけど、一番痛いなと思ったのがですね、ツイッターネームマルコさん、ゴム跳びで頭蓋骨3箇所にひび、固定具流動食、逆万力で口を開けられたらもう激痛でしたね、決定です、おめでとうございます。やっぱなんかこの若干生命の危機を感じる痛みというかも入ってますし、その後の流動食になってしまったっていうのも怪我の度合いもすごかったんだろうなというのが感じられましたね。じゃあちょっとマルコさんにはですね、今回ちょっとあまりね、ちょっと豪華ではないんですけど、スマイルをプレゼントしたいと思います。いきます、おめでとうございます。全国の特命さんこんばんは、深夜の放送部ことタックです。タック TV の実写チャンネルということで、今夜もどうぞよろしくお願いします。はい、というわけで、本日はですね、ハッシュタグ人生最大の怪我ということで、一生に一度はですね大怪我っていうものをするものですよね。まあ最近こう何て言うんですかね、地球環境というか、あの社会整備といいますかね、道路整備といいますか、ああいったものも整ってきて、昔ほどこれ危ないやろみたいなものってなくなりましたよね。昔ってさ、公共の場で普通にいやこれここから落ちたら危なくねみたいなところってよくあったじゃないですか。まあそういう事故を経て、まあ徐々に徐々におそらくなくなってきたんだろうなって大西さん思うんですよね。昔はね、親戚の団地の公園みたいなところにごっつい石でできた滑り台があったんですよ。それがね、まあまあ傾斜あって、まあまあ高いんですよね。だからちっちゃい子がそこでみんなでこう遊ぶんですけど、ちょっとでもスンってなって後頭部なんか打ちつけたら死体のまんまこの下にこの下っていきますから、すごい危なくて、あれ結局撤去されましたね。あれはね、僕そこで遊んだことがあって、そこでそこに住んでる親戚の子供と一緒に遊んであげてたんですよ。スタンスとしてはですよ、一緒に遊んでたってわけじゃなくて、遊んであげてたらなんか町内会みたいなところで変な男の人が2人いるみたいな、で子供たちが怖がってるみたいな、なんかクレームが入って急に父兄の方がやってきまして、ちょっとお兄ちゃんたちここに住んでないよねって言われて、はい住んでないです、あのみんな怖がってるからちょっと帰ってもらえるって言われて、え家にみたいな、この団地から出ろってことみたいな、いや遊んであげててみたいな、じゃあまあ向こうも大人ですから、あーそっかそっかみたいな、まあでもちょっと怖がってるからみたいな、ちょっとだけ静かにしておいてっつって、そんなのありました。そのもう心にも傷を負ったっていう話して、まあ、そんなものがなくなってきた世の中なんですけど、まあ、皆さんどんな怪我をしたのかと。おそらくね、前回優勝者は診断書持ってきた人でしたね。ガンジさんとコラボだったと思うんですけど、開放骨折などを経てですね、全身打撲もおまけについててみたいな、その診断書の方が1位でしたね、まあ、今回誰がそれを超える怪我を現れるのかということで、今回1位だった方には僕のオリジナルカードをプレゼントしたいと思います。であとちょっと報告があるんですよ。 T1 グランプリ、あの先日ですね、あの無事を終えたんですけど、その時に等身大パネルを作ったんですよ。で会場には等身大パネルありますっつって置いたんですけど、あれ身長190センチにしてました。はい、ちょっと見え張って初めて来た方がですね、僕を見た方が、わっタックって意外と身長あるんだねみたいな、えでかくないタックみたいな、画面で見るとそうでもない、でかいんだねって。で本番はずっと座ってますから、そのデカさに気づけないわけですから、本当かどうか。だから190で作っといていいよっつって、ちょっと値段上げて190で作ったんですけども、そのパネルがですね事務所に届いたんですよ。レンタルとかじゃないんでね、購入してるんで。邪魔だね、高さがまず190あるからめちゃくちゃ邪魔でして、これ誰か欲しい人います？なんか誰かにちょっとプレゼントとしてお譲りしようかなと思ってるわけなんですよね。ちょっとまたどっかで言いますね。もしかしたら公式の方であの案内すると思いますんで、僕の X 公式運営アカウントご覧ください。まあちょっと長くなりましたけどもね、行きましょうか。
人生最大の怪我ということで、怪我の感じ面白いですよね。ちょっと怪異の怪に我って書いて怪我、この語源が気になりますけどね。行きましょう。ヤシロことの妄想アカウントさんですね。ありがとうございます。タックンさんも以前取り上げていたビューティーコロシアムの専門医に頼んで脂肪吸引&包茎手術をしてもらいました。ビューティーコロシアム懐かしいですね。何だったっけね、あれビューティーコロシアム、違う開け運命の扉みたいな感じでしたよね。ユミヤクー、あ、違う、それ行列のできる法律論なんだよ。あ、違う、開けビューティーコロシアムや思い出した。開けビューティーコロシアム、体質的に麻酔が効きにくいと伝えていたのに、麻酔がかかりきる前に脂肪吸引が始まりました。最悪だ。口呼吸さえ制限されていたので伝えることもできず、この世の地獄でした。ただただ手術台のライトを見つめながら、拷問ってこういうことなんだと一種の悟りを開きました。その後麻酔を追加しても効果はなく、脂肪注入されている間も拷問でした。皆様どうか美容整形する際は病院選びにはご注意ください。うわ、コールオブデューティーとかであったよね、こういうの、こういう拷問のシーン、救助ミッションみたいなのにさ、救助行くのよ。でトランクなんかこういうボックスの中にこう仲間がここにいるやつってバーンって開けたら仲間出てくるんですけど、失礼しました、もう変わり果ててるんですよ、周り糞尿だらけでみたいな、ブルブルだってこうやって大丈夫かみたいな、遅かったじゃねえかみたいな生きてるみたいな、フィクションの世界だと思ってました。次です。塩たこ焼きさん、ありがとうございます。階段から落ちた際、病院で脱臼と診断され、腕をめちゃくちゃ引っ張られました。痛すぎて泣きながら飲み屋に立ち寄ると、すごいな君、立ち寄ったの。お客さんの中にたまたま医者がいて、事情を説明したら、いやそれ折れてるよ、違う病院行けなって言われ、後日骨折が判明、折れてる骨引っ張られ続けるの痛すぎました。うわ、これはもう損害賠償もんですよね、これ完全に医療ミスですよ。まあ脱臼したこう骨をこう戻すからやるんですけど、折れてるの引っ張ったらくっつきにくくなりましたね、後遺症残るよね。よくぞ生還しました。今大丈夫なのかな、手はね。蒙古タンメン D 中卒って、いやプロタンさんしてない、あ、これ蒙古タンメン中卒、え、この人が中卒とか違うでしょそれ。整形でまぶたをぶった切った時と唇を切り開いた時よりも、幼少期チャリで爆走してて気づいたら左薬指が取りかけてたの気づいた時が一番痛くて怖かった。病院行きたくなかったから隠してたのに、血だらけなのがバレておばあちゃんに病院連れて行かれて泣いて漏らした。かっこ幸い骨は無事だったので今はしっかりくっついてます。怖っ。いやー怖いね、チャリね。もうね、小学校の入り口になんかこういうパーテーションがあったんですよね、あの侵入防止の車のね。でそこの間をね、友達とチャリに二欠してて、当時今ほどなんか二欠って悪いことじゃなかったんですよ。なんか今はもうね絶対ダメみたいな風潮あります、風潮というかルールですけど、チャリでスーって通ったら、こう狭すぎてフーって通ったんですけど、僕の足にちょっとこう当たったんですよ、ギョンって。あいだってなって、当たったっていうかね、内側が当たったんですよ、なんかこの辺が、足を閉じすぎて後輪の車輪にこう足がペンって当たって、いだってなって、そしたらなんかね、降りた時あまりにも痛くて、パッて見たらね、ここの内側のね、くるぶしが後輪に当たってたんですよ。後輪のあのこう線になってるところに当たってて、そこのこの皮がね、深めにベロンってめくれてて、靴下が真っ赤になってて、あれ痛かったっすね。自転車危ないんですね、あ、ちょっとね、いい企画あるんで、誰か今から TikTok 始めたいよって方、これどうぞパクってください。僕やらないんで、これめっちゃ多分バズると思いますよ。電動チャリ配りおじさん、はい、あのマー君みたいな感じで、街で普通に自転車乗ってる人いるじゃないですか。で僕最近思ったんですよ、あ、電動自転車の人増えたなって。でもたまに電動自転車じゃない人が自転車乗ってるのを見ると、すごいしんどそうに見えるというか、スーっていく電動自転車を見慣れすぎて、こうって声出る方を見るとね、あ、しんどそうだな、電動じゃないじゃんと思っちゃうんですよ。だからそういう人に、あの、すいませんって声かけて、その自転車何年乗ってんのみたいな、 4年ぐらい乗ってますね、電動にしたい、あ、したいです、あ、じゃあ行こうかっつって、普通の自転車っていう人に電動自転車を買うっていう企画これあの本当に嬉しい、スニーカーより嬉しいと思うよ。これよかったらちょっと誰かあのやってください。マー君やるのよ、マー君がお前第二弾として、お前絶対やるのよ。マーク面識ないけど、次です。匿名ちゃん、ありがとうございます。小学2年生の頃です。団地の底に水槽が捨ててあり、ほう、団地の庭でした。ごめんなさい、団地の底ってなんやねんな、ニカラグアじゃねえんだからお前団地の庭に水槽が捨ててあり、足で蹴飛ばしてふくらはぎに3センチほどのガラスが刺さりました。うわ、すぐ病院に行き5針縫いました。一番痛かったのは、看護師さんが容赦なくガラスを抜き、抱きかかえられ洗面台でガシガシ洗われたことです。うわ、痛そう。ガラスでこう汚いもの、破傷風の危険性ありますからね。僕破傷風で思い出しましたけど、あの最近海外渡航用のワクチン打ったんですよ。でも初海外がほぼほぼ決まりまして、5月に行ってくるんですけど、でその地域一応まあ推奨されてるあの予防接種みたいなワクチンみたいなのがあって、で結構な種類打たないといけなくて、でおすすめの聞いたら結局6種類ぐらいだったんですよ。で1日で打つのはあれなんでということで、先日あの4本とりあえずぶち込んできました。だから腕が今上がらないです。これ筋肉注射でここ痛い痛い痛いってなります。